はい、それでは午後後半ということで、次世代シーケンサー NGS を用いた解析と関連データベースツールということで、正味3時間ですか、喋 らせていただきます。ライフサイエンス統合データベースセンター、略して DBC ですから来ました中里です。今日の資料は先ほどの、ものもやってたんですけど、ここの MODDB なんとか AJAX67 っていうところに、ありまして、具体的に見せますと、MODDB のサイトに行くとこういう感じですね。こういう感じで、ここの次世代シーケンサー何々っていうところを開きますと、こんな感じの、さっきのオノの、やっていたような感じの GitHub の、ページが出てきまして、一応これに従って今日はお話をさせていただきます。で、一応スライドも作ってきてあって、皆さんお手元にこれは聞いてると思うんですけど、ここに書いてあることが、こっちに、書いてあることなので、どちらかを見ながら、やっていただければと思います。で、先ほどの質問のフォームを作ってたんですけど、私そこまで、なんだ、ちょっと実験的なことまで行き着かなくて、普段通りにやるんですけど、普段は僕らいつもツイッターとかを使っていて、例えばですね、さっきの私の、表紙でもここに、ツイッターのアカウントがありまして、チョークレスっていうこのカエルのアイコンですけど、ツイッターとかで、質問を受け付けたりとかしてます。で、さっきの質問フォームがまだ生きていると、もしかしたらあっちに書けるのかな、ちょっと分かんないですけど、そちらの方とかでもし書けたら、後で小野とかがフォローしてくれて、多分私に教えてくれるでしょう。で、普段の時は、ツイッター使うんですけど、アジャックスっていうこの ハッシュタグがあって、もしツイッターとかお持ちの方は、こちらの方につぶやいて、もらえますと、私はこうやって喋ってるんですけど、ツイッターの向こう側には私の同僚がですね、いつもこのハッシュタグでも見張っているので、質問すると、私以外の同僚が親切に答えてくれるかもしれません。随時質問していただいて、私がお答えする形でも全然構いません。で、まず注意なんですけど、多分散々この話をみんなしてると思うんですが、私がいただいた参加者数がですね、35名かなくらいだったんですけど、ちょっと実際何人いるか数えてないんですけど、さっきみたいに、さっきの斧みたいにあんまりポチポチは私はしないんですけど、ですね みんなで同じところをピッてアクセスすると、それ何かというと攻撃なんです。で、私サイトの管理とかもやってるんですけど、いきなりこうビッてアクセスくると、すごいびっくり、アラートが飛んできてすごいびっくりするんですよ。で、その時システム管理者が取る一番簡単な方法はアクセス禁止にするっていうことなんです。で、NCBI とかその EBI とか今日ちょっと使いますけど、ある程度こういうのが仕込んであって、場合によるとですね、千葉大全体がアクセス禁止になるんですが、今回は30何人なので、多分大丈夫だろうなと思ってます。前に、80人とか90人とかを相手にやったこともあって、その時は本当にすごい気を使ったんですけど、このくらいだったら大丈夫かなというふうに思ってます。というのが、一応注意事項で で、今日3時間もあるんで自己紹介も入れるんですけど、ですね、中里と申します。それで、私がいるのはこのライフサイエンス統合データセンター DBCLS っていうところで、今日の主催は、こっちだ、JST の、NVDC バイオサイエンスデータベースセンターっていうところになってます。それで、どうなってるかというと、私が今この2017年ですが、このライフサイエンスの、データベースの事業って、大体僕らのセンターで10年ぐらいやってるんですけど、
もともとその JST の方に BARD っていうバイオインフォーマティクス推進事業っていうのがあって、でその後、こうだな、2000年ぐらいにこうゲノムプロジェクトって昔あったわけですよ。あのミレニアムプロジェクトっていうのがあって、いろいろゲノムを読むために億単位のお金がつぎ込まれたんですけど、皆さんご承知のようにプロジェクトっていうのは3年3セットとか5年2セットなので、まあ今2017年ですから2010年ぐらいからだんだんお金がなくなっていくわけですよ。でそうすると2010年ぐらいから頑張ってデータベースにお金をかけていたのがメンテできなくなって、どん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 コンピューターが壊れるとともにデータも、皆さんの税金がですね、こうふわーっとコンピューターが壊れるとともにどっかに消えちゃうわけですね。でそれってすごいもったいないことなので、文科省とかで統合データベースプロジェクトっていうのが、まあ、10年ぐらい前かな始まりまして、で僕らのセンターで、まあ、それを受けて、まあ、ライフサイエンスのデータベースを、僕ら永代供養って呼んでるんですけど、ちゃんと受け取って納めるときに納めるところに納めて、で、拝みたいときにちゃんと拝めるようにするとっていうんで、まあ、永代供養みたいなそういうアーカイブ事情とか、あとはどこにあるのかっていう目次を作るですとか、あとさっき小野も紹介しましたと統合テレビっていうチュートリアルムービーを作りまして、使い方の、まあ促進というか、こうやって使うんですよっていうような、まあ、案内をするっていうようなことをやってます。で、もともとそのさっき言った GST と僕らのとあったんですけど、財務省的には予算が2本あると無駄だって思うじゃないですか。なので、2011年かな、 GST の方で一応事業を、引き取ってもらって、僕らは GST と共同研究みたいな形になっているという感じになっていて、どこ行ったかな、今日そのスライドないや、まあ、そんな感じの、ことになってます。一応午後から参加している方もいるかもしれないと思ってこのスライドを入れときました。それで、私がいるのはこの DBCS っていうところなんですけど、皆さんが多分知っているのはこの NCBI という組織だと思いますが、このスライドはまた後で出てきますけれども、NCBI とあとヨーロッパの EBI と日本では三島に遺伝学研究所ってのがありまして、その中の、DDBJ っていうところが皆さんの実験したデータをこう預かるというか登録先がこの3つになってまして、なってます。で、私はここですけど、この DDBJ と僕らのいる DBCLS っていうのは同じ情報システム研究機構っていうところの下の組織でして、 DDBJ がデータを集める担当で、僕らがデータを、まあ、使ってもらうために、まあ、なんかいろいろ動いているというような、ことになっていますというのが、まあ、プロジェクトの説明 で、個人的な話になりますと、私はですね、理学部の出身で、大学に入ったのは1996年で、99年から2002年4月ぐらいまで、まあ、マスターまで、学生生活をしてて、その頃は、まあ、この後ちょっとしゃべるんですけど、浸透圧調節とかイオン輸送をやってて、でその後 IT バブルに乗って、バイオインフォの事業 の会社に就職するんですけど、バブルがはじけまして、部署が潰れまして、全然違うところでそれまで開発、生物の知識を生かしたソフト開発をしていたのが急にパワーポイントを作って官庁向けの営業さん支援みたいなところに行ったんですけど、ここで腐ってたら、新しく、まあ、私の今いる DBCLS っていうところができたのでちょっと来ないかと言われて、移ってきて早10年っていうような感じです。で、学生時代何やったかっていうと、まあ、私はその理学部で分子生物学をやっていたので、まあ、イオン濃度調節をやってたんですけど、もうちょっとまあここ医学部なので、医学部っぽく言うと、まあ、血圧調節の仕組みを分子レベルで解くみたいなことを、まあ、学生時代はやってました。で、そのために使っていたのがこのウナギっていうと、まあ、皆さん当然ご存知だと思うんですけど、ウナギという魚でして、ウナギはですね、鮭とかマスと一緒で淡水と海水両方いける魚なんですね。
ただその鮭とかマスと逆で、鮭とかマスは川に登って卵を産むんですけど、ウナギは海に下って海で卵を産んで、大人になったら川に帰ってくるみたいな感じになってるんですけど、まあ、本当だったらこの血圧調節とかをまあ普通はマウスとかで見たいわけですが、マウスで見ようとするとものすごいしょっぱい食事をマウスに食べさせなきゃいけなくて、そうするとまあ僕らもすごいしょっぱい食事毎日食べさせたら嫌じゃないですか。なんかしょっぱい漬物とか毎日出されると嫌だなって思うのと同じで、マウスもあんまり食べてくれないんですよね。であと当然陸上の生物なので恒常性がきっちり保たれていて、そのちょっとぐらいしょっぱい食事を食べさせてもあんまりその変化が見えないっていうのがありました。ということで、うなぎを使って、でうなぎはその炭水化成両方いけるので、淡水だと周りが水っぽいから水が入ってきてイオンが抜けちゃう。で海水だと逆に、外がしょっぱいから水が抜けてイオンが入ってくるっていうちょうど逆になるので、淡水と海水でその遺伝子を取ってその差があるもの、淡水でその差が、淡水だけ出てるとか海水だけ出てるとか、そういう遺伝子を追っかけてるっていうような仕事をやってまして、で実際に私が追っかけたのは硫酸トランスポーターっていうものなんですけど、実際にその組織発現を見る と、この場合は膵臓と腸とかに今出てて、で、これ淡水から海水にうなぎを移した時の遺伝子の発現量の変化ですけど、ここの、まあ、コントロールに比べて、0時間 6時間1日2日7日で、1日2日ぐらいからボコッと遺伝子が出てくるので、まあ、その海水だけ海水に入っている時だけこの遺伝子が出てくるんだなということが分かりまして、で実際にそのモデルを立てる と、ここが腸内で、ここ左側が口ですね、で右側がお尻ですけど、ずっと来ると、まあ、水を吸収したいわけですが、私が見つけたのはここで、実際には硫酸トランスポーターの仲間だったんですけど、通すものは、重炭酸イオンという HCO3- で、これを、その腸の中に出すと、海水って、まあ、ご存知のようにカルシウムとかマグネシウムとか2価のイオンが多いので、こういうのと結びついて沈殿するんですね。この沈殿するっていうのは50年ぐらい前から分かってたんですけど、まあ、沈殿することが分かってて、沈殿して、でそうするとこのイオンが沈殿してなくなるので水っぽくなるから水が吸収できるんだろうっていうモデルをマスター2年の2月に立てて、で後輩によろしくって言って1ヶ月後に卒業したっていう悪い先輩なんですけど、一応私の孫弟子が論文までしてくれて、私は非常に満足をしているという感じです。で、まあ、これは学生時代の話で、今何やってるかっていうと、この DBCLS-SRA っていう、次世代シーケンサーの、データが DDBGen とか NCBN に登録されるんですけど、その目次サイトを作るっていうのを本業にしてます。で、まあ、うちのセンターってこういうツールとかデータの、まあ、リサイクル事業を、まあ、やってるという感じで、今こういうサイトを、まあ、構築してるんですけど、まあ、時間があるとはいえこのような自己紹介をしたのはですね、私昔実験してた人なんですよっていうのが言いたくて、結構その皆さん薬品とかを混ぜるのは得意だと思うんだけど、コンピューターはあまり得意じゃないですっていう方がこういう講習会によくいらっしゃるんですが、私も昔は全然コンピューターでできなかったんですよ。で、ちゃんとやり始めたのは、まあ、私教職を取ってたので、教職を取った時にホームページの作り方っていうのを教材開発の授業で習って、でちょこちょこできる人よりはちょっとだけできるぐらいだったんですけど、その本格的にやり始めたのは学生を、まあ、卒業して就職してからなので、それがなんか10年後にはこうやって偉そうにコンピューターの話をしているわけですが、皆さんぜひですね、ビビらずに、今日すごい呪文がたくさん出てくるんですけど、気にせずに、まあ、そんなもんだなと思いながら聞いていただけたらというふうに思います。で、本題でございまして、今日のまあ内容は次世代シーケンサーを用いた解析と関連データベースツールという話なんですけど、そもそも、NGS、まあ、次世代シーケンサーとは何ですかというところから、ちょっとお話をしたいんですけど、今この NGS っていうふうにその
略語だけ、まあ、一人歩きしているところあるんですけど、まあ、元々はこの次世代シーケンサーとか、新型シーケンサー、英語で言うとニュージェネレーションシーケンシングとか、これカッコ抜けてますね、ネクストジェネレーションシーケンシングっていう、ことで、まあ、出てきた機械のことです。で、このニュージェネレーションシーケンシングの頭を取って NGS っていうふうに、言ってます。ただ、次世代シーケンサーとかですね、新型シーケンサーって言っても、もう出たの10年ぐらい前で、まあ、10年一昔と言ってですね、だいぶもうどこが新型なんだろうとか次世代なんだろうっていうような感じで、例えば私とかもさっき の検索サイトの論文とか書いたりしたんですけど、最初にニュージェネレーションシーケンシングって NGS って書いたらもうニューじゃねえだろうっていうふうにレビューバーからコメントがついたんですね。で、まあ確かにそうなんだけど、私趣味昆虫採集なんですけど、ここに新しい昆虫採集案内っていう本がありまして、これ私が生まれたのは昭和51年なんですけど、私が生まれた頃に出た本なんですよ。でも、これ以上新しい昆虫採集案内っていう本が出ないので、これが一番最新の新しい昆虫採集案内なんですよ。で、それと同じで、これももっと新しいとか、なんかすごく新しいとか、そういうのが出ない限り、このずっとニューとかネクストジェネレーションであり続けてですね、ただそれなのにニュージェネレーションってちょっと言うのもこっぱずかしいので、まあ、最近だったらマッシブリーパラレル、まあ、マッシブリーって大量なって意味ですけど、その大量もすごい相対的で、これよりもっと大量になったら全マッシブリーも全然マッシブじゃねえだろうとか言われるんですけど、まあ、一応マッシブリーパラレルディネーシーケンシングとかハイスループット、これもそうですよね、ハイスループットがだんだんローになっていくわけですけど、ハイスループットディネーシーケンシング、で、一応まあ昔はニュージェネレーションかっこ NGS と呼ばれてました、以下は NGS と書きますねっていう感じの、ちょっと回りくどい説明をしながら、まあ、こういう、次世代シーケンサー NGS の、話をスタートするみたいな、感じになってます。で、じゃあ何が次世代かっていうことなんですけど、私がさっき言ったうなぎとかをやっていた時っていうのは、まあ、私の部屋はクローニングの部屋だったので DNA のシーケンサーをよく使ってたんですけど、その時はゲル板って76センチ、こんぐらいかな、70何センチのガラス板、皆さん電気エイドとかやられたことあると思うんですけど、70何センチのガラス板ピッて貼り合わせで、その中にゲルを入れて、でこうピッピッて48電円ぐらいアプライして、2000ボルトぐらい電気かけて、こう引っ張ってレーザーで当てて、読むっていうような、ゲル、通称ゲル板っていう、まあ、電気エイド式の、DNA の、 そのシーケンシングをしていたわけです。で、その後、まあ2000年ぐらいにさっき言ったゲノムプロジェクトが出てくるわけですけど、その時はこのキャピラリ式っていう、ガラス管ですね、ガラス管があってチューって引っ張りながらレーザー当てて読むっていうような、シーケンシング方法でした。で、ちなみにこの時の電気エイドの時の、読めるのがだいたい700、まあ、500から750ぐらい1電読めるみたいな感じ で48電あるんだけど、GATC、各位に大電打ちで止めて流すので、割る4してだいたい9000ベースぐらい1回の、まあ、実験で、読めましたよと。で、キャピラリ式だともっと短くて、まあ、500ぐらいのが96年あって、4万8000塩基ですかくらい、まあ、読めましたと。で、ちなみに次世代だけ先にこれを先走っていうと、だいたい300ベースぐらい読めるんですけど、この1個読める塩基数っていうのは短くなってるんですが、それがすっごいたくさんあるんですよ。で、どのくらいたくさんかっていう と、この場合だったら2500万くらいかな、一度に読めるので、これ掛け算すると、15ギガだから、これいつもなんか何倍か忘れるんだけど、まあ1万倍もうちょっとくらい、かなりたくさん読めるっていうような、格好になっています。で、原理がここに書いてあるんですけど、まあ、多分これではちょっとよくわかんないと思いますが、ですね、
今この辺まで来てて、この図はあの北海道システムサイエンスっていうあの NGS の、 あの受託解析やってくれる、ところ、再生できませんでした。ですね、いうところからあの撮ったんですけど、ガラス板に、まあ、なんていうのかな、各塩基がこう埋まってるっていうか、まあ、なんか植わってると思っててください。で、1塩基伸びると、まあ、その一個一個がパッと光るわけですね。で、光ったらパッパッって上から写真を撮るわけです。で、もう1塩基光ったらパシャって撮るわけですね。そうすると、今1枚目がここで、2枚目、3枚目、4枚目って、まあ光っていくわけですけど、こう同じところを見てると緑、青、赤、緑、赤、黄色かな、黄色、赤っていうふうに分かるので、各埋まってる一個一個に関してはずっと光がどうなるかっていうのを見てると、それが全部シーケンスに直せて、TGCTACGAT っていうふうになるわけですよ。もともとはだから上からずっと見てて写真をパシャッ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 って撮っていくんだけど、まあ、こういうのをタイムラプス撮影って言いますが、撮っていて、で、おのおのの一個一個の点についてどうやって光ったかっていうのをまあ見ていて、でそれを光り方をこう直していくっていうような、まあ、やり方で読んでいくわけですね。でこの点がさっき言ったように2500万個くらいあるので、こういうシーケンスが2500万本出ると。で、これの長さがだいたい300ベースぐらいあるというような、格好になっています。で実際のシーケンサーがどんなのかっていうと、こういう機械ですっていうのがあれなんですけど、これは さっき小野も紹介してた統合ピクチャーギャラリーっていうあの統合テレビの中に、各イラストがいろいろこう収まってるんですけど、そこから撮った図ですけど、これがまあ一番よく使われてるハイセックっていう、そうですね、この円台くらいですかね、まあ、あの高さ的にはこの半分くらいですけど、大きさ的にはこの円台ぐらいの、機械が、まあ、一番よく使われてます。で、同じイルミナでマイセックっていう、これはもうちょっと小さめの機械ですねっていうのが、あったりとか、あとこれパックバイオっていう、機械ですけど、これあのイラストで見ると小さく見えるんですけど、かなり大きくて、そうですね、なんか横幅はこの今の机くらいですかね。だからこの机で換算して4つ分くらいあるような機械ですか。私は勝手に日焼けマシンって呼んでるんですけど、そんぐらいすごいでっかい機械が、あったりします。っていうのを踏まえつつ、こっち戻りますと、はい、実際シーケンサーっていろんな目的に使えるんですね。例えばそのゲノムを読みたいとか、遺伝子発現を知りたいとか、メタゲノムとかエピゲノムとか、まあ、そうやって、まあ、いろいろあの用途があるんですけど、用途によって必要なそのデータ量っていうのがだいぶ違ってきます。で、例えば発現を見る RNA-seq だと、だいたい塩基数で5ギガぐらいいりますよね。で、リード数でいうと、50メガリードぐらいいりますねみたいな感じになってます。で、例えば RNA-seq だとやろうとすると、そのデータ量の関係からだいたいハイセックの2500を使った方がいいですねとか、今だったらハイセック4000とかいうのが出てたりとか、もっと別の新しい機械が出てたりしますけど、この後説明しますけど、一番よく使われているのはハイセックの2500っていうのが使われていて、で、確かに受託の業者さんでもハイセックの4000で読めますよっていうんですけど、ちょっとエラーの関係もあって今は2500がおすすめされているみたいな格好になっています。で、こういうあの
ゲノムとか、リシーケンシングとかゲノムとかは、まあ、そういう、でっかいゲノムを読むんだったらそういうハイセックみたいな、機械が必要になってきていて、であとそのメタゲノムくらいだったら、まあ、マイセックぐらいで大丈夫でしょうかねみたいな、感じですね。であと、これには出てないかな。そうですね。こうか。これもあのどっかの、どこだったかな。この表っていうのは細胞工学の次世代子検査目的別アドバンスメソッドっていう本があって、ここからまあ取ってる図ですけど、確か同じところから取ったような気がしますが、こういう、これリード数とリード長で、見てますけど、要するに短くていいからたくさんリードが欲しいっていう場合と、あとそのっていうのが、まあイルミナのハイセックっていう機械なんですけど、さっき言った、こういう RNA セックやるんだったら、まあ、普通はイルミナのハイセックを使えばいいかなみたいな感じで、まあ、読んだりするわけですけど、例えばゲノムみたいに、ピシッと決めたい時っていうのは、このイルミナっていうのはだいたい300ベースぐらいを、まあ、つないで読めるんですけど、300とかだとリピート配列のところがですね、リピート配列に入っちゃうとどのくらいそのリピートが続くかによって300で抜けきれなくてイルミナだと読み切れないっていう場合があるんですね。なので、長い配列を、例えばパックバイオって先ほど日焼けマシンで紹介しましたけど、これだと8000ベースぐらい読むような機械で、そうするとそのリピートとか、そういうところ全部抜けきるので、最近の流行りはそのパックの長いやつとあとそのハイセックの短いやつを両方組み合わせて例えばゲノムを決めるみたいなのが、まあお金があればなんですけど、よく使われたりとかいうふうになっています。そうだそうだ、これのアップデート版はですね、こっちにこれ2016年の論文で今の図をより詳しくしたのがこれですけど、例えばパックバイオがこの辺にあって、でイルミナの2500とかこの辺ですね。もうちょっと下を見せないとダメか。リード長は短いんだけどすごいたくさん配列の本数が出るっていうタイプ と、リード長は長くてあんまり本数が出ないっていうタイプと、まあ、大体この2パターンあって、でマイセックとかだと、まあ、機械的にも安くて、ただその、メタゲノムみたいなちょっとデータ量があまり、出なくてもいい場合は、まあ、マイセックでいいですねみたいな感じになってます。で最近流行りの、オックスフォードナノパー社から出たミナイオンとか、まあ、この辺にやったりとかいうような感じになってます。でまあ何かいろいろこう機械があるんですけど、機械にも栄枯盛衰とあと企業買収がありまして、なんか今はなきソリッドとか 今はなきなんとかみたいなのが、結構この辺にゴニョゴニョ入ってたりしますけど、大体今の主流はこのハイセック、イルミナのハイセックっていうのと、あと、パックバイオとあとこのオックスフォードナノポアのミナイオンが今後どうなるんだろうみたいな、感じになってます。ちなみにあのオックスフォードナノポアのミナイオンっていうのは USB メモリの化け物ですかね。大体こんぐらいの、なんだポケット Wi-Fi とか持ってる方、あ、iPhone とかですね、 iPhone ぐらいのちょっと分厚くしたようなのをこうパソコンにビッて挿してそこにアプライして、もういきなりコンピューターに取り込んでデータを、シーケンシングしてデータの解析までやっちゃうみたいな、機械で、まあ、僕らのその新しいもの好きの連中がミナイオンどうなるんだろうってすごいこう期待しながら見てるみたいな、格好になってたりします。でこの規模の話はしてこの辺も話をしていますと、はい、それでですね、はいはい、この辺から皆さん手を動かしたくなった場合はですね、手を動かすところが、出てきますけど、聞きながらでも大丈夫です。
まあ、今回そのタイトルとしてデータベース、なんだ関連、NGS を用いた解析とデータベースツールということで、まあ、データベースの話を、ちょっとします。で、皆さんが多分ご存知のデータベース的なものは2つあって、学生時代の私もそうだったんですけど、まず文献を検索するパブメドっていうのがあります。であと遺伝子配列 の、 その類似性を測る、ブラストっていう、ウェブのサービスが、あります。でこれをちょっと表にまとめるとですね、こんな感じになりまして、例えば私昔遺伝子のクローニングをしていたので、まあ、塩基配列が出ますと。でそれを、NCBI だったらジェンバークのヌクレオタイドっていうのがあって、あと、ヨーロッパのエンブルとか日本の DDBJ とかに、まあ、登録をするわけですね。で、これをまとめて、でこの入ってるデータに対して検索できるようになっているのがこのブラストってやつですね。で、じゃあ文献の方はどうかというと、まあ、論文を書きますと。で書くと出版社の方が、NCBI の方にデータを送って、それがまあメドラインとかパブメドって呼ばれるデータベースに入りまして、でこれを検索するのがパブメドとか、パブメドはアブストラクトだけの検索ですけど、フルペーパー検索できる PMC、昔のパブメドセントラルっていうサービスがあって、これで文献の検索をするという形になってます。でじゃあ今日は NGS の話なので、まあ、NGS データですけど、まあ、例えば僕らがですね、実際シーケンサーでデータを出しました。で、出したってなると、さっきちょっとだけ話しましたけど、 NCBI とか EBI とか DDBJ で、受け付けてくれます。で受け付けてくれると、それがちゃんとデータベースに入ります。でそれはシーケンスリードアーカイブっていう、こうですね、 SRA シーケンスリードアーカイブで頭を取って SRA っていうデータベースに、入るようになってます。で、これさっきちょっと出ましたけど、まあ、皆さんご存知 NCBI と、あとヨーロッパに EBI っていう組織と、あと日本には国立遺伝学研究所っていう僕らの兄貴分の組織が三島の遺伝、静岡の三島市にありまして、その中の DDBJ っていうところがデータを受け付けています。でこの3つはコラボレーションしていて、例えば NCBI で登録しても DDBJ で検索できるとか、まあ、逆も同じで DDBJ に登録すると自動的に NCBI にデータが送られるようになっていて、どこで登録してもいいし、どこで検索してもいいっていうような格好になっています。でじゃあ今どのくらいデータがあるのかっていうと、これちょっとなんか白飛びしてて見えないと思うんですけど、皆さんのお手元に多分同じスライドが、あると思いますが、はい、ちょっと見にくい場合はお手元の資料を見てもらって、ですね、ここにデータが伸びてますよっていうグラフがあると思うんですけど、よく見ますとここがですね、対数グラフになってまして、これがテラベースだから10テラ、100テラ、1000テラみたいな感じの、1000テラって言い方もちょっとおかしいな。まあ、なんかこういう軸になってまして、で実際にあるのがここにですね、数字が書いてまして、僕らが検索できるのはこの下の方ですね、オープンアクセスベーシーズってありますけど、いくつだったかな、5兆8000億だったかな、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、100万、そうですね、5兆8000万ですよね、はい、くらいの、塩基数が入っています。で、これのほかに、コントロールドアクセスっていう、この後ちょっと話しますけど、例えば人の個人データ付きの配列データみたいなのもあって、それも合わせるとこの上のトータルベーシスになりまして、そうだと、さらに1個桁が上がって、4400兆か、の1京の京はスパコンの京ですね、京都の京、東京の京ですけど、1京4000兆くらいの、塩基数が、入っているということになっています。で、もうちょっとコンピューターっぽく言うと、これが5ペタかな、
5.8 ペタ塩基対っていうのが入っていて、でトータルだと14ペタ塩基対が入っているという、結局ゼロがいくつつくんですかね、3、6、9、12、15個、5の後にゼロが15個ぐらいつくぐらいの、塩基数が入っていて、まあ、それをまあもしその中にいいのがあれば皆さんがこういうデータを利用して、検索ができるようになっております。で、さっき言ったそのコントロールアクセスの話がここでして、普通のそのオープンなアクセス、まあ、例えば、その辺の花について実際シーケンサーしましたっていう場合は花には個人情報ついてないので普通に DDBJ に登録をすれば OK です。まあ、登録の話もこの後します。で、まあ、ここ医学部っていうのもあって、人の個人データ付きみたいなそういうちょっとなんていうかな、セキュリティ的に、オープンにできないデータっていうのもあって、そういうのを登録するときはこの JST の方に、こっちか JST の、まあ、今日のこの回の主催の NBDAC っていうところで、一応相談窓口があるのでまずここに相談するという形になってます。でそうすると中身は全部一緒なんですけど一応窓口だけ違って、受け取る口は結局 DDBJ に行くんですが DDBJ の中の、JGA ですね、ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブっていう、ところの、データベースに入るようになってます。で、これを使いたいときは、まあ、その NBDAC か、DDBJ かちょっとまあ、ここに書いてますけどデータの利用とか登録っていうのがここに書いてあるので、まあ、ここを、見ていただけばいいんですけれども、まあ、基本的には何か、誰それがこういう目的で使いたいですよみたいな申請をしてでも OK ですよって出たらそこのデータに、アクセスができると。でこういうアクセスの仕方をコントロールアクセスっていうんですけど、コントロールアクセスのデータはこういう JGA っていうデータベースに、入っているような格好になっています。では実際にその、まあ、ここでオープンなデータの方を使うというか、まあ、見ていくんですけど、じゃあ実際に検索するところっていうのをちょっ と、眺めてみたいと思うんですけど、ですね、実際に見てどんなかっていうのはですね、よいしょ、こっちの GitHub のページに、公共 NGS データベースで、シーケンスリードアーカイブですよで NCBI と EBI と DDBJ でやってますよで、NCBI、EBI、DDBJ でここに例って書いてあるのでもう例ってところを開くと、まあ、実際にこうどんな感じかっていう表っていうか、画面が出るようになってたりします。で、ここしばらくはここをちょっと見ていくので、まあ、スライドを見ながら、ポチポチ開いて一体何が書いてあるんだか全く分かんないなとかこれはちょっとさっきよりは分かるなみたいな感じのお話になると思いますが、まずですね、あれここじゃなかったかな、こっちじゃなかった、すいません。じゃあですね、よいしょ、まず NCBI のサイトに行くとトップページがこんな感じですね。まあ、なんか NCBI っぽいちょっと青っぽいものなんですけど、開くとこういうふうに出てきます。こういうふうに出てきますって言ったってなんか多分何が何だかと思いでしょうが、私も最初これを見た時何が何だかって思ったので、その通りの反応でいいと思います。ちなみにこうピッと開くとまあ、なんかタイトルがあって、どうかな、この辺かな、タイトルがあって、はい、この辺がタイトルかな、タイトルがあって、で、何それ使いましたとか、この場合だったら、ハイセック2000という機械を使いましたよとか、こうやってサンプル調整しましたよみたいなことが書いてあって、で、データがこの辺から落とせるみたいな、格好になってます。まあ、なんかこんなもんかと思ってください。で同じデータをですね今度ヨーロッパの EBI とかで検索するんですけど、
EBI のトップページはまあこんな感じなんですけど、この中でサービスとかでこの辺かな。あったあった。この ENA っていうところから探していきますが、まあ、なんかちょっと先に結果を見せますか。さっき NCBI で見せたリストがバーッと出てましたけど、それと同じものを今検索したのがこれなんですけど、そうするとまあなんか説明書きがあって、実際のデータがここにあって、データを取得しようとするとこの辺から取ると。で実際にそのこの中に入っているサンプルがこれ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 ってあって、で、ちょっとこれだと見にくいですけど、まあ、いろんな、まあ、例えば細胞株が違うとか条件が違うで、こうやってリストになってるわけですけど、そういうのを比較しながら見れるっていうちょっと、まあメリットがあるというか感じになっています。結構この結果見やすいなと私自身は感じたんですけど、ただ EBI の悪いところは、検索がちょっとややこしいっていうところで、まずこの ENA っていうところに行って、このスターディっていうのを検索して、でここで何かキーワードを打つみたいな検索をこの後、やっていくんですが、ここまでたどり着ければ、凝った方ですと、例えば生物種が何だとか、ですね、ここにはないかな、こっちでやんなきゃいけないかな、この辺ですね。例えばこのシーケンサーが何とかっていうのがあるので、例えばイルミナの2500にしてとか、この辺はいいか、ストラテジー、この辺はちょっと詳しい人向けの今説明をしてますが、例えばラドセックとかチップセックとかいうのがこの辺で選べたりとか、あとはこの辺をポチポチしてですね、ちょっと詳しい検索ができるっていうのが EBI の割といいところです。例えばそのシングルエンドかペアエンドかっていうのがあるんですけど、これ後で話をしますけど、そういう絞り込みで検索ができるのは EBI としてはいいところです。ただそのここまでたどり着くのがちょっと大変で、結果は割と見やすいっていうような、格好になっています。でじゃあ日本の DDBJ はどうかっていうと、こんな感じでして、これトップページですね。で検索をするとこういうふうに出て、まあ一応説明書きみたいなのはこう出ていて、何のデータかっていうのは、まあ、結構分かりやすいというような格好になってます。実際にデータを落としたいときはちょっと今ね、グレーアウトしたって見えないんですけど、ここにファストキューって書いてあるので、ここをポチッとするとちょっと今グレーアウトしてて出てないんですけど、ポチッとするとデータが実際に落としてきて自分のマシンに、ダウンロードできるようになっています。で具体的な実験条件とかはこの SRX なんとかっていうところを、これもこの後説明しますけど、開くと実際の実験条件とかが調べるようになってます。はい、でちょっと外観すると NCBI が、まあ、こんな感じで EBI、DDBJ っていうような、格好になってまして、よいしょよいしょよいしょ、
ちょっと試しに今検索してみますけど、例えば DDBJ、DRA だと多分出ないだろうな。DRA で出るかな。あ、出ますね。DDBJ シーケンスリードアーカイブで DDBJ のサービスは略して DRA って呼ばれています。で、DRA って検索すると多分一番上に出るような気がします。僕らはそのライフサイエンスのデータベースの面倒を見てたりしますけど、コンピューター仕事の大抵は検索ですから、一番皆さんが覚えなきゃいけないのは Google 検索です。で、いかにいいキーワードを入れていかに情報にパッとたどり着くかが肝でございまして、この場合は DRA って入れると、まあ、実際にこう出るんですけど、こんな感じで出ます。で、もし英語で出ちゃった場合は右上のところに English Japanese 変えるところがあるので、変えるとこの日本語のサイトに行きまして、で検索って押すとこういう検索の、窓口に行きます。で、まあ、例えばキャンサーとか入れるとこんな感じでリストが出てきます。この辺までは割と普通の検索なんですけど、ここを見ても若干何が何だかみたいな、この辺に確かにキャンサーっていうのに当たってるけどよくわかんないなっていうような、よくわかんないこともないかもしれないですけど、まあ、とりあえず今これ 全部出すっていうリストになっているので、ここで絞り込みができます。で、まずドキュメントタイプっていうのがあって、これはもう何も考えずにスタディっていうのがあります。でとりあえず今何も考えずにって言いましたけど、理由は後で説明をしますので、であとはその生物種で、絞り込みができて、まあ、もしこの中に、この中にかこの中に、目的のがあれば、まあ、例えば人だけ絞るみたいな感じで、絞ると割とリーズナブルなリストが出来上がります。で実際にはここのスタディタイトルっていうところを見ると、どういう目的でその NGS 解析をしたかっていうのが出ているので、まあ、この辺でなんか面白げなデータはないかなみたいな感じで、探せるようになってまして、でここのアクセッションっていう番号を押すとさっきみたいな、ちょっと重いかな、ちょっと別の字にしますけど、こんな感じのリストが出まして、出ましたね、はい、こんな感じで、リストが出まして、で、この場合だったらちゃんとファストキューって黒字で書いてあるのでピッと押すとこんな感じで実際のデータがあって、これ皆さん落とし始めると止まんないですからやめてくださいね。ネットワーク圧迫するんで実際には落とさないでもらえたらと思うんですけど、この後出てくる実際のその NGS のデータがここにあるので、ダウンロードすると実際の自分のマシンに落とせて、で、それをまあ解析できるというような格好になってます。で、さっき私の本流はこの NGS データの検索サイトを作ることですって言ってたんですけど、そのご紹介をさせていただく と、この DBCSSRA、SRADBCS.jp というところで、サービスをしています。でちょうど今リニューアル中で DDBJ のそのさっきのこの辺のサイトですね、この辺のサイト と、合わせて1個にしようとしている最中なので、これの宣伝をあんまりするのもちょっとあれかもしれないですけど、で、お手元の資料にはさらに新しいバージョンのこのこれがあるんですが、今それよりさらに新しいこういうサイトを、どんだけ新しいサイトが出てくるんですかみたいな感じかもしれないですけど、将来的にはこのインターフェースになる予定です。それで、ちょっとだけこの DBCSSRA のいいところをお話しすると、
まず文献からの検索っていうのをやっていて、これもともとその NGS のデータが例えば初期のマイクロアレイとかとも同じだったんですけど、なんかすごく汚いとか、あとその汚いというそのノイズが混じってるっていうことですね。で、あとその NGS のデータってすごいでっかいので、落としてきた後で例えばクオリティチェックするとなんかすごいへこかったっていう場合が昔はあったんですよ。なので、例えばある人がすごいいい仕事をしてたとかいう場合に、要するに論文にその、データが載っていたら、まあ、論文になるくらい綺麗だろうっていうことで、一応こういう、なかなか出ないですね、ちょっと、あ、出てきた、出てきた、文句言うと出るんですよね、こういうのね。最近これもデータ量が増えてきてなかなか重くなっちゃったんですけど、ここに今論文 の, あのリストが出てます。ちょっと拡大した方がいいのかな。こんな感じで、論文の PMID とかがあって、まあ、こういうタイトルで例えば Nature に2017年の10月に、出てますよっていうのがあって、これ右見る と,、ここの SRAID から右側が実際のデータですけど、ここのネイチャーで述べられているデータっていうのは、ここのクアンティティティブマンマリアンアトラスオブなんとかって書いてますけど、こういうデータとして登録されていて、例えば面白い論文がここにあったらば、実際のデータがこれっていうふうにリンクがあるので、ここをクリックすることでその論文で使われているデータが取れるみたいな、いうことをやってたりします。あとは、あとこれも若干作りかけなところがありますが、今のその文献検索っていうことで、NGS のデータに対して紐づいた論文がありますよね。その論文から疾患のキーワードを抜き出して、疾患別にまとめましたっていうのがこれで、例えばですね、今がんだけとかにするとこうか、乳がんとか前立腺がんとか、急性骨髄性白血病とかのその病気ごとに今334件とか、199件の登録がありますよみたいなのが、一応まあこうやってまとめる作業を今進行中で、これちょっとデータが古いかもしれないですけど、1、2ヶ月ぐらい、すみません、ディレイがあるかもしれないですけど、一応このくらいのデータが入ってるっていうのは、まあ病気から検索できるにはなってまして、いいよっと。一応階層表示でこんな感じで、ちょっとなんか単語抜けてますね。例えば、急性骨髄性白血病とかこの辺にあったりしますけど、ここか、あったのかな、こっちか、こっちですね、こっちだ。これもともとその論文、パウメドに載ってる論文にメッシュっていうあのキーワード集があるんですけど、そこの用語を借りているので、なのでさっきのなんか発がんとか腫瘍とか、ちょっとあの専門家から見るとなんでこんな単語入ってんのみたいな、ものがあるかもしれませんが、そのキーワードを使っているので、まあ、こんな感じに、なっています。これも、まあ、あのしばらくするときれいになって、皆さんのところにきちんとお届けできるように、したいと思っています。あと、
先ほど小野のセッションのところで非モデルの話があったと思うんですけど、これもちょっと重いんだよな。あ、出てきた出てきた。非モデル生物用の検索っていうのも作ってまして、例えばこれ、バチリス・サブチリスっていう枯草菌のデータですけど、これちょっと今から変なこと言いますけど、データベースって枯草菌って引くと枯草菌のデータだけ返ってくるんですよ。なんかすごい当たり前ですよね。当たり前なんだけど、例えば別の例で言うと、イネで引くとイネだけ返ってくるんですが、実際にはイネのデータに紐づいて、例えばインディカとかジャポニカとかそういう品種のデータも入ってるんですよ。あとそのインディカジャポニカ掛け合わせとかにも入ってるんですよ。で、そのインディカとかジャポニカとかっていうのは、イネジャポニカ種みたいな感じで入っているので、イネって引くとインディカとかジャポニカ返ってこないんですよ。例えばマウスもムスカリスだっけって引くと返ってくるんだけど、実はその原名亜種っていうのもあって、ムスムスカリスムスカリスっていうのがあって、でもそういうのは出てこないんですよ。で、今これ枯草菌で引いてますけど、一番上に出てくるのはいわゆる納豆菌で、バチリスサブチリスの納豆って書いてますよね。だからこういうの普通に引くと出ないんですけど、今これでは、一応 NCBI の中に生物種のそういうデータベースもあって、例えばさっきの、イネの例で言うと、イネの下の階層にインディカジャポニカ掛け合わせみたいなのがこう紐づいてるんですね。で、そういう下の階層も見ましょうっていうチェックボックスがここにあって、それをクリックすると、下も見れるっていうようなものを作ってあります。で、例えば稲の例でいうと、オリザサティバかな、他の、サティバ以外の他のオリザ属見たいみたいな1個上とかいう場合は、ここで1個上ってワンクリックで、ちょっと重いですね。あ、出ました出ました。はい、今バチルス属全部に見ると、さっき100何件だったのがバチルス属全部見ると、585件みたいな感じで、上って引くっていうことも、一応作ってはあります。で、実際に私その、まあ、さっき趣味で昆虫採集やりますって言ったんですけど、とうとうそれが仕事にもなってきて、昆虫のなんか NGS データの解析みたいなのも最近ちょっとやるようになってきたんですけど、どういうのがいいかな、まあ、例えばアブラゼミっていうセミをその先生がやってるとして、でもまあアブラゼミ のそのもののデータは引いても出ないわけですよ。で、それを例えばセミ全部とかやると、他のミンミンゼミとかクマゼミみたいなのが出てきたとか、もうちょっと上まで行く と禁煙のなんか運河とか出てきたとかいうことになるので、そうやって上へ上へ辿っていって、まあ、禁煙のを探していって、禁煙のでとりあえず代用して解析をしてっていうことが、まあ、これは割と農学部関係ですけど、できるようにはしてあります。っていうのが、データベースの検索のあたりでした。これで大体喋ってる。あ、そうそう、それで、そうですね、はい、今検索の仕方をちょっとお話をしたんですけど、そもそもこの中に何が書いてあるかっていうのを示したのがこの図で、これちょっと古いんですけど、これニーディビジョンのサイトから撮った昔の図なんですけど、ちょっと今アップデートしてますけど、何が書いてあるのかっていうのがここに書かれています。で、いくつかのそのファイルに分かファイルっていうか、カテゴリーっていうのかなに分かれていて、その実験情報が記載をされてるんですけど、まあ、大元のなってるのがこのスタディっていうところで、実際にこういう内容で、登録とか NGS の実験しましたよっていうのが、まあ、ここに書かれてます。例えばその 1,000人のがん患者の NGS しますプロジェクトとかいうので、ここに立つわけですね。で、
それに対してここにエクスペリメントっていう、まあ、実際のどういう実験をしたかっていうようなのがデータがあって、この中には、例えばイルミナのハイセック2500を使いましたとか、それにかけるまでの、試薬っていうのかな、どういう処理をして、サンプルの用意をしましたよみたいなのが、まあ、ここに書かれるわけですね。で、さっきだった例えば1000人がん患者を生みますプロジェクトのプロジェクトが1個あったとして、で、1000人いたらここが1000回実験しているので、1000個のこのエクスペリメントのファイルができると。で、その1000個のエクスペリメントのファイルに対して1000人分のここにサンプルっていう、まあ、人でどんな例えば肝臓がんの患者ですよとか、その中の肝臓の組織ですとかいうサンプルの情報がここに、まあ、1000人もあったら1000個書かれるみたいな、格好になっていて、で実際のデータがここについて、この後しゃべるファスト Q ファイルっていうんですけど、次世代シーケンサーで出てきた、ファイルがここに、入るってっていうような仕組みになっていて、でこれ全部で1回の登録分ですよみたいな格好になっていると。でさっきその NCBI のところはバーッとリストが出てたんですけど、それは何で見にくかったかというと、このスタディもエクスペリメントもサンプルも全部関係なくリストに出てたので非常に見にくかったんです。同じ登録 でもすごい見にくかったのはそういうところで、その中でもちゃんとスタディっていうのを見つけ出して、その中の詳細を見ない と、実際のプロジェクトの情報が、分からなかったっていうのはそのせい でさっき DDBJ の検索のところでとりあえず例えばキャンサーとかで検索をしましたけど、その後フィルターでとりあえずスタディっていうところを押してくださいって言ったのはこれに由来をしていて、普通に検索するとそのスタディもエクスペリメントもサンプルもこの中でもキャンサーっていう単語が引っかかれば全部出てくるんだけど、とりあえずユーザーが知りたいっていうのはどんな目的でどんなプロジェクトで、データを取ったかっていうことなので、まあとりあえずまずこのスタディっていうのを絞ってどんなプロジェクトがあるのかっていうそのプロジェクトのリストを見ましょうっていうところは、こういうところから、来てます。でまあ、なんかいろいろ難しいなと思うかもしれないんですけど、もうちょっと簡単に言うとこういうことで、まあ、例えば今日私ここで喋って3時間も喋るから疲れたなとかいう時に、まあ、なんかちょっと飲んで帰ろうかなとか思ったりするわけですよ。で、私あんまりこのすいません千葉っていうところに来たことないので、なんか駅前にいい店見つけたとするじゃないですか。で入ってなんかワインがワインの店ですからワインどうですかとか言われて、じゃどうしようかなってこう思うわけですよ。でどうしようかなっていう時にどうやって選ぶかっていうと、まあ、名前とかもありますけど、赤ワインがいいかなとか国産の山梨のワインがありますよとか、あとブドウはピノノワールとか、ベリエで作ったワインですよとか2012年のワインがありますよみたいな、こういうワインにつけられた情報っていうのがあって、でこの情報でまあ、なんていうのかな、そのものっていうのを検索するわけですよね。なんかこう例えばワインのデータベースがあって、こんなブドウを使っているワインのリストを調べようとか、何年のワインについて、引っ張ってこいとか、そういうような検索を、まあ、さ今の、本題に戻ると NGS とかの、例で、まあ、検索をしているというような感じになってます。で今これはメタデータで探すっていうことだったんですけど、なんかこう赤で重くないやつみたいな、こうなんかワインのクオリティについても調べるっていうか、そういうこともできて、この後その実際の解析のところをちょっとお話をするんですけど、その中でこういう中身のクオリティがどうなのかっていうのを調べるっていうことができるようになってます。で、これは割とみんな通る道なので、みんな通る道ってのは、データを落としてきたらまずクオリティチェックして余分なデータはこう切ってその後の解析に使うので、
こういうなんかクオリティを探すっていうところがですね、割とみんなやるプロセスなので、じゃあもうこういうの僕らの方でやっちゃおうかっていうことで、どこ行ったかな、あらかじめ僕らの方でやったデータがありまして、よいしょ、この後あのクオリティチェックでファスト QC っていうのが出てくるんですけど、ちょっと今先走ってますけど、ファスト QC のレポートっていうのをですね、書けたレポートっていうのがすでに上がっていて、これよく見ると sradbcs.jp って僕らがやってるそのサイトの下にこれが置いてあるので、番号が分かると、まあ、ここをうまくアクセスするともうあらかじめこうやってクオリティチェックしてあるので、例えばですね、これデータのへたり具合を見てるんですけど、まあこのくらいあればいいかなとか、すごいこうどうしようもないデータだとここのグラフがガクッと下がるんですよね、最初に。でガクッと下がってるっていうのは最初に分かってると、もうすでにデータをダウンロードする前に見られるので、このデータやめとこうとかいうのができるようになって、縦はまあクオリティの値だと思ってください。でこれは、もうちょっと分かりやすく言うと、なんか PCR で長く伸ばすとどんどんへたれていくとか、そのサイクル回るとへたれていくと思うんですけど、これが延期数ですね。長く伸びるとだんだんへたれていくみたいなイメージです。こっちがクオリティの値で、こっちがシーケンスの長さです。っていうところまで来てます。それで、あと僕らのやってる DBC レス SRA だとこういう統計値が、出していて、これは11月ですね。はい、大丈夫ですね。今だいたい十数万のプロジェクトがデータベース中に入ってます。でそのうちの、半分くらいホールゲノム、まあ、ホールゲノムって言ってもあのいろんな菌とか呼んでるので、あの中身は様々なんですけど、ホールゲノムがあって、次がアザーですけど、最近ちょっとその他が出てきちゃってるので、これをちょっとどうにか分類したいなと思ってるんですが、その次が発現のトランスクリプトームで、その下がメタゲノムみたいな、格好になっていて、これは実際に見せた方がいいな。でかくなるかな。はい、こういうふうにな、よいしょ、なっていて、でピッてやるとグラフがピッてなるようになってるんですけど、今ちょっとあそこも12月15日についてるからこれ更新しないといけないんですけど、今ホールゲノムがだいたい4万6千ぐらいで、トランスクリプトームが1万6千でみたいな、こういう構成になってます。ゲノム、発現、メタゲ、エピゲ、その他で、はい、一応キャンサーゲノミクスみたいなカテゴリーもあります。あとエクソームシーケンスとか、ありますけど、ちょっと今この辺のですね、分類が昔の引きずりながら新しいの再構成とかしてるので、目的のものがちょっとあちこちに散ってる場合があるんですけど、まあ、一応あのカテゴリーとしてはこんな感じで、用意をされているという感じになっています。で、シーケンサーの方はですね、こういうふうになってて、こうオレンジのがビーって上がってるんですけど、これはハイセックの2000っていうやつですね。今ダントツにこのハイセック2000のデータが多くなってます。
今例えば受託解析しようとすると2500とかあと4000とか出てきてますけど、さっきもちょっと言ったんですけど2500とかでやるの方が、おすすめですね。4000とかだとちょっと機器が新しすぎて、なんていうかな、エラーが混じってるみたいな噂もありやなしやみたいな感じになってます。で、これもやっぱり消すとこういうふうになって、2番目がマイセックですね。で3番目が454、これちょっと古いやつですね。これはこいつは何ですか、イレミナハイセック2500がこの、ちょっと出てくるかな、この緑のラインですけど、だんだん最近伸びてきてるっていうのが分かると思います。でこれが GA2 でゲルマアナライザーでみたいな、こういうような感じになっていまして、で実際の内訳っていうのが、よいしょ、ここにこう書いてあって、例えばイルマハイセック2000が69万ぐらい入っていて、ずっといて、例えば今パックバイオとかだと6000ぐらい入ってますよみたいなのが分かります。もう機械がたくさんあります。はい、まあ、当然その新しい機械が出たからといってすぐデータが出てここに登録されるわけではないので、そのちょっとタイムラグがあるんですけど、でさっき言ったように、だいぶ前に言いましたけど、イレミナの機械っていうのはだいたい300ベースぐらい読むんですね。で300ベースぐらい読んだやつを、シングルエンドってのとペアエンドってあるんですけど、シングルエンドだと300のジグソーパズルがあって、それをこうつないでいくみたいな格好になってます。で、パックバイオとかだとそれが8000とかいうピースなので、8000ずつをこうつないでいくわけですよ。でそうするとジグソーパズルのやり方としてちょっとやり方が違うので、例えば DBCLS の SRA ですと、そのイルミナのデータだけとかイルミナの2500だけとか、そういうような絞り込みもできるようになってます。であと、さっき言ったゲノムのデータだけとか、例えば人のスニップを見たいのに、その微生物とかのメタゲノムのデータは余計なので、メタゲノムは除いて、そのスニップ解析というか、そういうところだけ、エピゲノムのデータだけを見たいみたいな検索も、できるようになっています。っていうところが統計のところでして、はい、統計のところでした。で論文からの検索をしまして、そうそう、それで、これまあさっきちょっと紹介したんですけど、論文からの検索っていうのもやってますが、皆様にちょっとお願いしたいんですけど、お願いしたいって言っても、ある程度強制がかかっているところがあるんですが、次世代シーケンサーでデータを出しましたと。でそれで論文を出しますっていうことが、まあ、得てしてあるんですけど、ちゃんとここに番号を書いてくださいっていうような、お願いのような強制のようなことなんですけど、まずですね、 NGS のデータを論文にする前に DDBJ とかに登録して番号をもらうっていう作業が必要になってきます。で雑誌によってはこの番号を書くっていうのが必須になってます。もう雑誌の投稿規定に書いてあるんですね。 NGS でデータを取ってサブミット しようと思ったら、まず登録してこういう番号を取ってくださいっていうようなことがもう投稿規定に書いてありますので、さあ論文サブミットしましたって言ったら、その投稿規定にその番号を載っけろって書いてあるから、ちゃんと番号を取んなきゃダメだよみたいなことをで帰ってきたりするわけですよ。で、学生さんの中にはですね、卒業がかかっていて、もうなんか3日後ぐらいにこうちゃんと受け取ってもらうと困るみたいなことが多々あるんですが、そういうことになる前にまず DDBJ にご相談するというか登録をしていただいてですね、この番号を取るというような作業が、必要になってきます。で実際にその、このデータを使いましたよ、でこの この場合だと NCBI ですね、NCBI から取れますよっていうふうに、書くと、論文の中にちゃんと
記載が必要になってきたりします。で、登録の話もこの後ちょっと述べますが、それで、この辺の話もした、はい、登録まで行って前半がおしまいですかね、はい、で登録ですけど、さっき DRA その DTBJ のサイトに、アクセスしてもらったと思うんですけど、さっきはここの検索っていうところから入ったんですが、その隣に登録っていうボタンがあります。で、試しに押してみると、登録あれこれがこう書いてありまして、これ一番下にあるかな、ないかな、何になったかな、確か登録のムービーもあったような気がしたんですけど、とりあえず先に進むと、さっきの登録のサイトに行くとこうやって説明が書いてあります。で、やることっていうのはさっき、この図で説明、この図じゃないか、さっき説明したのはこの辺ですけど、実際にどういうプロジェクトで、どんな CK 差を使って、どんなサンプルを使ってっていう、ここをメタデータって言いますけど、ここを埋めるっていう作業になってます。で、まあ、具体的には、まずデータが大きいので、そのデータにデータを向こうって DDBJ とかに送るためのゴニョゴニョがこの辺にありまして、で、実際にその DDBJ の方にデータを送って、で、いろんなプロジェクト情報を書いてみたいな感じになっています。で、ちょっと一旦だけお見せすると、これ私がちょっと前にやった、解雇がのデータですけど、これどこまで書いたかな、はい、3つ登録してるんですね。で、解雇の学名はボンビクスモーライっていうので、まあ、ボンビクスモーライって書いて、で、この生物種に対して、まあ、ID が振ってあるので、タキソナミ ID っていうのをまあ普通に振りますと。で、このカイコっていうのが、ナショナルバイオリソースプロジェクトっていう実験動物とか実験植物とかそういう微生物を全部、供与するみたいなプロジェクトがあるんですけど、それの管理元が九州大学なので、九州大学からもらったあるストレインのカイコがですよみたいなのをこうやって書いてくるんですね。まあ、医学部なので医学部っぽいので言うと、まあ、なんかタイトルをつけまして、まあ、人だったら人と書いて、で、どんなプロジェクトかっていうのはこれの前に書くんですけど、あとは実際にどんな病気、まあ、下記の範囲ですけど、どんな病気の人ですよとか、肝臓とか腎臓とかそういうものとか、あと発生ステージとかも、これサンプル情報のところですけど、書くような、まあ、これ普通に Excel で埋めればいいだけってことなんですけど、埋めるような、格好になってます。で、あとはちょっとこれ見にくいですけど、どんなシーケンサーを使ったかとか、遺伝子発現なのかスニップ解析なのかみたいなものをここに、記載をしまして、登録をして、で、DDBJ、まあ、ここ日本なのでDDBJ に登録すると日本語でサポートが返ってくるので、アノテーターっていうそのデータのチェックをする人がいますから、そういう人とちょっとやり取りをして、そのチェックが終わると晴れて番号が出るというような感じになります。ちなみにチェックってどういうことかっていうと、例えば性別が女性ですって書いてるのにテスティスとか精巣とかあるとおかしいじゃないですか。で、そういうのをちゃんと整合性がないのかとか整合性がちゃんと取れてるのかっていうのがチェックするとか、あとその
勝ち方がちょっとこれだと通らないのでこういう勝ち方に直してもらえますかみたいなのが、サポートが来るというような感じになります。ということで、前半はデータベースの話とあと検索とか登録とかその辺を述べさせてもらいました。で後半はデータ解析の話をやっていきます。で事前のアンケートを見たところですね、半分ぐらいは、NGS を実際にはやったことがないがやってみたいみたいな感じで、どちらかというと初心者の私にも丁寧に教えてくださいというご要望でしたので、若干優しめにと言いながらいろいろ呪文が出てきてこんがらがると思うんですが、なるべくそのベーシックな方からお話をしたいと思います。で、実際のデータの流れっていうのを示したのがこれなんですけど、先ほど述べたように NGS っていろいろな用途に使いまして、例えばゲノムを読みたい、発現解析をしたい、スニップの検出をしたいっていうようなことが、あるんですけど、プロセスとしてはもうだいたい圧縮するとこんな感じになっていて、まずその自分で NGS 使ってデータを取るか、もしくはさっきやったデータベースの検索をして、ダウンロードしてくると、実際に、手元に NGS のデータが出てくるわけですね。でその後、クオリティチェックっていうのをしまして、でここで2つに分かれて、ここは医学部だから、多分人のデータが多かろうのでこっちから先に言いますけど、まずマッピングってなります。でマッピングって何かというと、ここに今濃い青で太めで書いているのがゲノムですね。でこのちょっと薄っぽい青のが NGS のデータですけど、ゲノムに対してゲノムのどこに今読んだ、NGS のリードがくっつくかっていうのをその乗っけていくっていうのをマッピングって言います。で、非モデルとか全然そのゲノムのないような場合ですねは、さっきちょっと出たジグソーパズルみたいな感じで、この端っこのその GATC のとこのシーケンスの並びですね、並びで合うやつをなんか2本あったらガシャって1個にするっていうことで、そういうのをデノボアッセンブルって言います。でその、デノボでやるか、マッピングするかですけど、ゲノムだったらそのちょん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 つないでいって1個のゲノム配列にするし、発現量解析とかだとゲノムに対してマッピングしたりとかして、その数を数えるというか厚みがどのくらいになるかで発現量解析したりとか、であとスニップ検出だと、同じようにゲノムに貼るわけですけど、もうちょっと丁寧にそのここの厚みをその測るんであれば、なんていうかな、大体この辺だろピッみたいな感じであればいいわけですけど、スニップ検出だとその1塩基のズレがスニップ関係してくるので、計算時間とかパッシンパワーをかけて丁寧にマッピングしてあげて、で実際にここのところが違いますね、どのくらい違うの違いますかねみたいな、計算をするというような流れです。で実際に使うツールみたいなのをここにちょっと書いたんですけど、例えばクオリティチェックをするのはファスト QC っていうのは、プログラムがあったりします。で、マッピングとかだとボータイとかトップハット2とか BWA みたいな、ツールがあったりします。で例えばデノボでつなぐ、発現量、デノボで発現量を調べるっていうこともできるんですけど、それだと例えばトリニティっていうのを使いますよとか、ここのマッピングした後で発現量解析するのはカフリンクスとかカフリフとか使いますよみたいなこということが書いています。あ と,、ツールはこのちょっと茶色のようなオレンジのようなので書いてるんですけど、ここにちょっと紫でファストQとか書いてます。でこれは実際のファイルの形式ですね、例えばクオリティチェック、ダウンロードしたりクオリティチェックした後っていうのはこの後すぐしゃべりますけど、ファストQっていうようなフォーマットになってるんですけど、これをマッピングするとサムとかバムっていうふうな、ファイルに変換されると。で、スニップ検出すると、VCF っていうような、ファイルに変換されますよ、このツールをかけるとこういう3番から VCF に変わりますよっていうような、プロセスを組みます。
で、今日はですね、実際にそのファスト Q がどんな感じのデータなのかとか、サムワムがどんな感じのデータなのかっていうのをまあ見てもらって、であと、呪文は今ここで言っても多分忘れるんです。で、忘れて大丈夫です。で、そういうのは後で実際にやるときに、あそこではこういうふうにやってたなっていうのをまた振り返ってもらって、自分のデータに読み替えてもらってやればいいので、まあ、なんかこんな感じで呪文をかけるんだなっていうのを、まあ、なんかこう魔法使いを見るような目で見ていただくというような感じで、あと1時間ちょっとやります。で、一応そのなかなか難しいので、参考図書とかをご紹介します。で、まずはこの本で、実在シーケンス解析スタンダードっていう、今理研にいる二階堂さんが、まとめた本で、今日この後本を何冊か紹介しますけど、今日持ってきました。これが重かったんですけど、この本です。で、今日はちょっとスライドしかないので、後で見たい方は見てもらえばいいんですけど、まあ、なんかちょっと目次をここで見せても多分皆さんには全く見えないと思うんですが、どんなことが書いてあるかというと、ですね、実際に例えばこういう時にはこういうふうにで、なんていうのかな、サンプリングっていうか液の調整とかをしますみたいなのが、なんか言えないかな、まあ見えないと思うんですけど、インキュベートして洗浄してとかいうのが、CDNA 合成とかいうのがここに書いてます。で、何をどう混ぜてみたいなのが全部ここに書いてあって、でプラス、まあ、ちょこちょこっとデータの解析のことが、書いています。それで、内容としてはちょっと今ここで若干読み上げると、大きい章の一番が基礎編で、まあ、例えば試薬の選択とか、NGS、現行機器の長所短所とか、コンピューティングの基礎みたいなのを書いてます。で、2番目がメディカルクリニカルシーケンスってあって、例えばメンデル遺伝性疾患の原因遺伝子を解明するとか、遺伝子診断とか、アンブリコンシーケンスのためのプライマーを設計するとか、がんゲノムから後天的変異を抽出するみたいなのが書いてます。で、大きい3番がエピゲノムで、チップセックとかメチル化解析で、4番目がトランスクリプトム転写制御で、ありまして、で、5番目に環境進化生物支援ということで、例えばメタゲノムとか、ゲノム情報のない生物種の新規ゲノム配列を決定するとか、遺伝子発現を見るっていうのがあって、で最後の6章でデータ解析と環境構築っていうような文章というか、章立てになっております、はい。せっかく持ってきたので、ご覧になりたい方は後でご覧になってください。で、これは実際のそのいわゆるウェットっていうピペットでどうやるかっていうのも載っている本です。で、これからいろいろ呪文が出てくるんですけど、データ解析は次のこれで、もっと分厚いこの本ですけど、次世代シーケンサードライ解析教本っていう、岩手医大の清水敦さんと、あと私の同僚のボーノーっていうのが2人で監修した本になっています。で、これを見ますと、まあ、準備編、実践編、あとまあリファレンス編みたいになってまして、発現解析とか疾患ゲノム解析、エピゲノム解析みたいなのが、実際にどういうふうに、呪文を打って、どんな結果が返ってくるのかっていうのがいろいろ、こっちの方が明るいかな、ちょっと分かんないですかね、こんな感じで。まあ、見ても分からないと思うんですけど、書いてます。これも後で見てください。で、Kindle 版もあります。で、この本の
画期的なところは、できなかったと言わせないっていうところでして、どうしてかっていうと、例えばこういうのを書く人っていうのは、こうやって喋ってるような人が書くわけですよ。で、あんたはプロでしょってことなわけですよ。で、プロができるのは当たり前なわけですよ。なので、例えば大学のその、助教さんとか方が書いてるわけですけど、その執筆者の上司の PI の人とか、ちょっとおじいちゃんな感じの、あとは、執筆者の嫁さんとか、そういうもうなんか NGS 解析なんか全く縁もゆかりもなかろうみたいな人にちょっとやってみろって言ってやらせて、その人ができるまで、やらせましてですね。で、実際に、例えば研究者の妻のドライ解析奮闘日記とか言って、執筆者の奥様が何日かやっていて、何これしました、あれこれしました、こういうエラーが返ってきましたって、時にはほとんど作業できなかったみたいな文章もあって、で、実際に旦那さんの書かれた文章だと動かないとかいうのがこう愚痴がいろいろ書いてあって、で最後にはできるようになるまで、この場合だと半月くらいですかね、もっとありますね、20日間ぐらいですね、20日間くらいずっとやって、再現というか検証しましたみたいなのがここに載ってます。なので、皆さんもできるはずですということになってますこれはその どういう呪文を使うかとかなんですけど、そもそもこういうところに至るまで大変なんですみたいなところがあるわけでしょ。そのこれから解析するのに、そのあんまり呪文をかけるのもなんかよくわかんないなっていう人のために、ちょっとごめんなさい、これは資料に載っけてないんだけど、その私の同僚のボーノが新しい初心者用の本を書きまして、これですね、ドクター・ボーノの生命科学データ解析っていう本を書きまして、これは、例えば今からバイオインフォマティクスと呼ばれるものをやってみようかなみたいな人が、読むような本で、最初になんでこういうのが必要なのかっていうのが書いてあって、あとその世の中にどんなライフサイエンスのデータベースがあるのかとか、あとどんなデータ形式があるかみたいなの載っていて、で後半の方で実用データ解析ということで、例えばブラストをかけるとか、さっきのこっちのドライ解析標本で載ってるようなことのダイジェストとか、これでちょっと書き漏らしたようなことがちょこちょこっと載っていて、一冊この本を眺めると、バイオフィマティクスの道に、足を踏み入れたと言えるだろうみたいな本になっております。で、今のは初心者用の本だったんですけど、じゃあ今度もうちょっと進んで、来たらどうするかっていうと、今日ここの主催の NBDAC と、あと東大のアグリバイオっていうところで、コラボしてここ4年間ぐらい NGS 講習会っていうのをやってました。これは人を例えば60人とか90人とか集めて、もう1週間ぐらい缶詰にして、もう基礎から応用実践まで、ここの担当の門田さんっていうのは東大にいるんですけど、スパルタで仕込むっていう結構ハードな講習会だったんですけど、これのその4年間の蓄積が統合テレビになっています。で、例えばあれはどこに行ったかしら私も最初の年とあと今年は喋るのを担当しまして、あれどこに行ったかな、これ初年度のやつなんですけど、こういうのをやるためには Linux とか、あとそのターミナルっていうですね、
さあ出てきますよ。こういうなんか呪文を打つためのバーがあってですね、あれこうやってなんかここでターミナルって言うんですけど、ここで呪文を打っていくわけですよ。で、これの環境が、まあ、Mac だったらこうやって入ってるんですけど、あとは Linux っていうのがあって、これのどういう基礎的な呪文があるのかみたいなのを私が夏場に、1日喋ったっていうのがあって、これは1日喋っているので、どこに書いてあったかな、確かこの番組ね5時間ぐらいあるんですよ。で逆に言うと5時間この話を聞きながらペキペキやっていくと一通り覚えられるというような格好になってます。で、資料とかも公開されているので、資料を見ながら、これで見ながら5時間付き合うと、一応 Linux の基礎まではいくと。でちなみにこれ YouTube に上がっているので、 YouTube だと出るかな、ちょっと今、5時間13分ですけど、この設定のところでですね、速度が変えられるんですね。で例えば2倍速とかにすると、2時間半でこの授業が受けられると。私もちょっとごにょごにょ喋ってるので、私の声を2倍速すると何も聞こえないかもしれませんけど、一応その、まあ、1.5 倍速ぐらいまでは耐えられると思うので、ちょっと短めで、習得はできるような、感じにもなってたりしてます。ここにちょっと右下で見にくいんですけど、 NGS 講習会とかでググると、この NBDC のサイトが出てきて、だいたい4年間ぐらい蓄積があるので、まあ、ちょっとご参考までということで。で、これはまあ初心、割と初心者の人を実践まで引き上げるっていう講習なんですけど、これのまあ東大側の、担当の門田さんが、まあ、これタイトルは R でってかついてますけど、まあ、延期配列解析っていういろんなツールを実際に自分でやって試してみたっていうのがここに載っていて、で、これの中にさっきの NGS 講習会の資料とかもちょっと混ぜ込んであったりするので、ちょっとリファレンス的にですね、このツールを動かしたいんだけどどういうふうに動かせばいいんだろうとか、何が出てくるんだろうみたいなのはちょっとマニアックですけど、ここを探すと出てくるかもしれません。で、あと実際に環境が必要なんですけど、一応ここの、通称門田講習会と呼ばれる NGS 講習会では、バイオ Linux っていうものを使っていて、これは例えば、皆さんのマシンは、Windows とか Mac だと思うんですけど、その上にエミュレーターっていうのをちょっと一枚かまして、その上にバイオ Linux を入れて動かすっていうことが一応できて、そうすると、見た目は Mac なんだけど、 Mac の中でバイオ Linux って Linux 環境、まあ、NGS の解析環境ですねが、構築できるみたいなことになっています。ちょっと最近の動向がよくわからないですけど、一応ここに門田さん のページのリンクがあるので、この辺から一応ここのサイトにたどれるようにはなっています。で、せっかくなので、私はこの Mac を使ってるんですけど、Mac ですとですね、このアプリケーションのところにユーティリティっていうのがあって、あ、一番上かな。ユーティリティっていうのがあって、この中にターミナルっていうのがあります。ターミナルを開くと、ちょっと今私のアレンジしてるんですけど、こんな感じの画面が出ます。で、ここでいろいろ呪文を打てるようになってます。こんな感じでね、なんかいろいろ動かせるような、
要するにもうここに Mac の場合だと割と簡単に環境がもうできていて、ここにいろいろソフトをインストールするだけみたいな格好になってまして、でよいしょ、ここにいろいろソフトを入れる仕組みがあって、まあ、例えば、ちょっとこれは若干高度かもしれませんが、いわゆるいろんな呪文のセットみたいなのがここにパッケージとしてあって、このホームブリューっていうんですけど、まずこれをやっとくと、例えばブリューリストみたいにやると、ちょっと今上に出てますけど、こういうのが今入ってますよみたいなのがまあ出てるわけですね。それで、これできるかな。例えばこれからファスト QC ってやるんですけど、ファスト、そもそもできるかな、ファスト QC ってやると、あれ、なんか書いてこない、ブリューインス、インストール、ファスト QC ってやると、ちょっとこうやってやろうかなってさっき思いつきでやり始めたので、実際に動くか今ちょっとドキドキしながらやってるんですけど、今私のここのパソコンにファスト QC がインストールされていく様を皆さんが見守っているところです。で、なんかいろんなソフトが、ソフトというかツールが出てくるんですけど、大抵このホームブリューとかに入ってるので、大抵ってことはないかな、まあ、ファスト QC 入ってるし、サムツールズ入ってるし、トップハットも入ってたような気がするし、あちこち探してきて、なんかインストールとかでえらいつまずいたりするんですけど、もうあらかじめそういうのが全部ギュッてなってて、こうインストールっていう呪文を唱えるだけでパッと入ったりするので、まあ、Mac の方はちょっと 楽というか、ある程度楽に、あ、今入りましたね、入りました、なんか後出しじゃんけんみたいですけど、ここにちゃんとファスト QC が入りましたよとか出て、こうやって動くかな、ちゃんと動いてんだろうか、ここに今ファスト QC って変わりましたね、 あこっちに出てた、こうやって無事に入れるようなことができるので、Mac の方はちょっと楽して入れられるみたいな感じになってます。そういうインストールとかも一応ここのさっきのドライ解析教本とかに載っているので、まあ、こっちもちゃんと見たい方はこっちを参考にしてください。後でぜひ見ていただければと思います。それで今のはまあ呪文をかけるっていう、自分でこうコマンドっていう呪文を打ち込まないといけないんですけど、まあ、それもちょっとハードルが高いという方はですね、ウェブでできます。で、これは、さっきその NGS データを集めていると言っていた DDBJ のところに、アノテーションパイプラインっていうこういうウェブでデータを登録じゃないな、投入して、ちょっと見にくいと思うんですけど、BWA とかボータイとかトップハットとか、この辺に、なんだ、トリニティっていうのかな、なんかいろんなツールがここに用意されているので、あとその解析するためにはいろいろマシンのパワーがいるんですけど、これは DDBJ のスパコンを利用しているので、データを遺伝系のところに、まあ、とりあえず送ってサブミットしてっていうのはその公にするって意味じゃないですよ、解析のためにそのスパコンに、まあ、コピーをしてで、そのこういうこれからちょっと紹介するようなツールをかけると。でその場合は、まあ、この後私がいろいろ呪文を説明しますが、パラメータどうするみたいなのが自分でこう書かなきゃいけないわけですけど、
これだとまあウェブのアンケートみたいに、例えばここの値はどうしますかってちょっと値を入れてみるとか、まあちょっとよく分からなかったらその普通に初期状態でピッて投入するみたいなことができるようになってます。で、ここに要利用申請ってありますけど、それは1回データを入れると例えば計算が終わるのに数日かかる場合もあるんですね。すぐ終わる場合もあるんですけど、数日かかる場合もあるので、その時に終わりましたよっていうメールが来るんですよ。で、そうでないとそのこうやって利用申請をしておかない、アカウントを作っておかないとずっとそれ開きっぱなしで閉じちゃったら、さっきのあのデータどこだろうって紐付けできなくなるので、そういう意味でメールのアドレスとかパスワードでアカウントを作ってもらって、で後でそのアカウントで入るとあなたのジョブは今計算中ですとか終わってますよっていうことが分かるっていう意味でこの利用申請であって、別にそんな難しいことは全然ないです。で、まあ、今日いろいろ呪文を駆け足で説明しますけど、ここがとりあえずここに投入して、計算するということもできます。で、実際ですけど、まずはクオリティチェックトリミングっていうのがあります。もうちょっと戻ると、こういうふうにあって、ここのクオリティチェックとかトリミングのところをやります。流れとしては最初にファストQっていうファイルがあります。でファストQに対して、クオリティチェックということでファストQCっていう、さっき私が、お見せした、ものでクオリティチェックをかけたりとか、あとはそのトリムガルワっていうツールがあって、クオリティの悪いところを足切りするっていうプログラムがあって、こういうのをかけます。でファストQに対してこういうのをかけると出てくるのはファストQです。まあその足切りしただけなので、おっとっとと形式は変わらずにノイズのところだけ、まあ、切ってあるみたいなイメージです。あとはまあファストQCとかだと、さっきレポートをちょっとお見せしましたけど、この後でも出てくるかな、そういうものが、レポートが測れるみたいな格好になって、まあ、出てきますね、はい、出てきます。で、ファストQなんですけど、じゃあ実際にお見せすると、実データがこんな感じでして、うわ文字列ばっかりと思いますよね。あ、そうか、ちょっと今工夫をしますが、よいしょ、見やすくさすとこうですね、はい、なんかすごいごちゃごちゃっとしてて分からないと思うんですけど、これをもうちょっと噛み砕いて解説したのがこいつで、今のは4行ワンセットになってます。でまずここにアットマークがあってタイトルがあります。まあ、これとりあえずこの辺のなんかゴニョゴニョっとついてるのは適当につけてるのであって、まあ、例えばここの DRR001107 っていう、まあ、これ公共データでしょうねの1番っていうのでもいいし、あとはもう自分で俺シーケンス1とかつけてもいいわけです。で2番目、ここはよく見ると G とか A とか C とか T しか出てきません。でここはシーケンスです。実際に NGS のシーケンサーが読んだシーケンスがここに書かれます。で3行目はとりあえず何か使わないんで、何かここに頭にプラスって書いときゃいいんだなっていうか、プラスっていうのがあるんだなという感じです。で、4番目、これが何か分からないと思うんですけど、実はこれはクオリティを表してます。でクオリティを表してますっていうのは、さっきちらっと見せたこのこれですね、何塩基目がこのくらいのクオリティみたいな感じで、これクオリティを計算するような、まあ、数式みたいなのがあるんですけど、まあ、0から30いくつぐらいまであると思ってください。でクオリティを例えば30いくつって表すと2文字分使うわけですよ。でもったいないので、30いくつだったらこの文字とか、25だったらこの文字っていうふうに、その、それはファストQとかのウィキペディアとか見ると確か載ってあったと思うんですけど、
文字が決まってまして、で、例えばこの G に関してはこういうクオリティ、 C に関してはこのクオリティっていうのが、まあ、載っていると。でだからここの2行目の文字が例えば300文字あったら4行目も1対1対応なので同じだけの文字数があると。300文字だったら300文字っていうような括弧になってます。でこの4行1組でそれが並列で、まあ、例えば数千万とか数十億とかあったりして、実データがこういう感じになったわけですね。でよく見ると、確かにアットマークがあってシーケンスがあってプラスがあってなんか文字列がバーッとある。でアットマークがあってシーケンスがあってプラスがあって文字列がバーッとあるみたいな感じの仕組みになってます。まあ、中身自分でこうやって見ることっていうのはほとんどないと思います。ソフトにペッて書けちゃうんで、ただ中身的にはこんな感じになってるんですよっていうところだけ思ってください。でちなみに皆さんは例えばブラストをかけるかもしれませんが、ブラストをかけるときにはファスト A フォ、まあ、ファスタとかファスト A フォーマットっていうのを使いまして、まあ、これはあくまで参考なんで NGS とは全然、まあ、全然ではないからほとんど関係ないんですけど、このファスタフォーマットだとこの三角括弧があってタイトルがあってあとはもうシーケンスがバーッと書かれていて、で、次のこの三角括弧が出てくるか、まあ、スペースというか改行だけになるまでこれが続くみたいなフォーマットがあったりします。で、ここでまあファスト A っていう名前から来てるのでさっきのこれがクオリティを取ってファスト Q フォーマットっていうような感じになってると、まあ、思っていただければと思います。それで実際のおまじないですけど、こんな感じになっていて、あんまり見せると時間がなくなるからちょっとやめようかな。クオリティチェックだと、まあ、さっきファスト QC 出たのでファスト QC で実際にこれこれって、まあ、書ければいいだけみたいになってます。で、こいつだよっていうのを指し示すためにハイフンをとか、あとその、ちょこちょこっと何て言うかな、何塩基から何塩基みたいなのを細かくやるかざっくり表示さすかの違いがここのノーグループつけるつけないみたいな感じになっていて、まあ、なんか、こういうおまじないがあると思っていただければいいです。で、ただまあこのファスト QC に関しては、計算するとこういう感じに、計算するとというか処理するとこういうようなグラフが出たりするんですけど、さっき言ったように、ここにまあシーケンスがあってここにクオリティがあって、まあ、長くなるとまあへたれていくっていうような感じのイメージで、持っていただければいいんです。大丈夫です。で、さっきも言ったようにここのファスト QC かけるみたいなのは大体みんなが最初にやるプロセスなので、ちょっと計算が追いつかないところあるんですけど、ある程度こっちで用意してあって、あらかじめこれをもう計算しなくても見られるように、しようとしています。もう大部分はできてるんですけど、新しいものとかはちょっとまだできてないところはあります。で、トリミングに関してはトリムガロアっていうのがあって、まあなんかトリムガロアとまず宣言して、でなんかペアードとかイルミナとかいろいろこう あるんですけど、重要なのはここのトリムガロアっていうのをかけますよ、こういうツールを使いますよっていうところと、あと実際に、呪文をかける相手ですね。この場合だと2つファイルがあって、DRR なんとかっていうのの、1個目2個目みたいになっています。 で、でそれの結果をここの -o でトリムドっていうようなところに置いてねっていうことをまあ書いているわけですね。で、なんでこれ2つあるかなんですけど、それはちょっと NGS の、読み方の問題で、ここにペアードってついてるんですけど、イルミナのシーケンサーとかだと例えば300ベース読めるんですね。で片側だけ読むのはシングルエンドっていうんです。でこの300ベース読めるのを例えばこうちょっと離れて1キロ離れた端から300ずつっていうこともできるんですよ。でこういうのペアエンドっていうんです。だから、線離れたこっちとこっちみたいな感じでちゃんとペアですよっていうのを示すためにここでペアードでイルミナですよみたいなオプションがついていて、
メインのところはこのトリムガロアってトリミングしなさいよっていうのと、でその相手であるこいつとこいつっていうのがで、まあ、ここに出してねみたいな、いうところは肝になっていて、でついでにこのトリムガロアだとファスト QC ってそのさっき言ったこっちですね、クオリティチェックかけるプログラムも一緒に走らせることができて、トリミングした後だったかな、トリミングした後の、クオリティチェックも同時にやってくれるみたいな、仕組みになっているという感じです。まあ、なかなかちょっと難しいと思うんですけど、まあ、なんかこういう呪文をかけるんだなっていうイメージを持ってもらって、例えばクオリティチェックをする呪文があるよ、トリミングする呪文があるよ、で、呪文に関してはまあなんかいろいろツールがあって、で例えばトリムガロア使い方って Google で検索すると、まあ、例えば今回の講習会の資料だったりとか誰かがやってみたとかいうのが事細かに出ている場合があるので、そういうのをまあ参考にしながら、まあ、こういうのを見てもらうと。で、まあ、例えば自分が持っているのがイルミナペアエンドだったらこれをこのまま使えて、で、ここのファイル名を変えるだけで一応まあこのトリムガロアっていうツールがインストールされていれば動くというようになっています。で、動かないときってすごいそっけないんですよね。なんかここがエラーですとか言ってなんかこう吐き捨てるようにコンピューターがボソッと言うんですけど、よく見ると例えば最後の方にこれこれが足りないのでエラーですって書いてあるので、そういうエラーメッセージをですねちょっと眺めてやると、あ、こういうことかとか、まあ、例えば、ここの出力先のディレクトリがありませんとかいうのでこけてるんだったら例えばディレクトリを作ってあげるとか、であとはそのなんかいろいろエラーメッセージが出るんですけど、僕らがよくやるのはもうエラーメッセージごと Google 検索するんですよね。そのなんか謎のエラーが入ったらそこのところをビッてコピーして Google 検索すると、先人たちがですね同じようなエラーでこけているのでつまずいているので、それに関してはこういうふうなところを直せばいいですよとか、こういうふうに解決しましたみたいなのが、まあ、出ていたりします。はい、で、これがクオリティチェックとトリミングでした。で、次がマッピングでして、マッピングのイメージはこんな感じですね。トリミングしたファスト Q とか、まあ、場合によってはファスタファイルですけどっていうのがあって、であと、まあ、このなんかちょっと薄い水色っぽいところ の, 細かいところがそうですね。でプラスここに青い太線がありますけど、これがまあ例えばゲノムとか の, データです。でこのゲノムに対してどこに貼り付くかっていう、まあ、貼り付けるっていうのがこのマッピングっていうもので、実際に貼り付くとこういうふうになるんですけど、ゲノムに対して各リードがこうこの辺に貼り付いて積まれていくっていうようなまあイメージですね。で、ファスト Q っていうのは入力で、まあ、例えば今ここで説明するのはトップハット2っていうのを使いますけど、トップハットを使うと BAM っていう形式のファイルに変わりますよっていうような、説明です。で、また呪文で非常に恐縮なんですけど、こんな感じのっていうのが非常にそっけない説明ですが、これを見ると呪文を書くように何が必要かっていうと、まずこのトップハットっていうツール名が必要ですよね。であと実際にその貼り付けるリードの NGS のファイルが必要そうだなと、であとはそのゲノムのファイルが必要そうだなっていうのがまあ分かると思うんですけど、こういうふうになっていて、トップハットっていう、まあ、ツールがあって、まあ、呪文ですね。で、実際にマップするのが例えばこういうトリミングしたファスト Q ファイルをに対して、マッピングしなさいよと、であとは、人のゲノムのファスタファイルっていうのを用意しますよと、でこのファスタファイルに対してこの NGS のデータをマップしなさいよっていうのがここにあって、あとこの辺が若干おまけっぽくついてるんですけど、実際にここのリザルツっていうところに結果を入れなさいねとか、であとはそのアノテーション GTF っていうのは、どっからどこまでが遺伝子ですっていう情報をまあプラスで載っけてあげると。で、まあ、マッピングっていうのは例えば発現解析とかでやるので、
大体遺伝子のところに貼り付くだろうみたいなのがイメージとしてあるわけですよ。で、実際にこの遺伝子っていう情報付きで、マッピングしてあげると、まあ、後々でここの遺伝子 その積み上げがどうかっていうのが、発現量として計算しやすくなるので、まあ、一応こういうアノテーションファイルも入れられるような格好になっています。で、さっき言ったように NGS のこういうもともとのファスト Q っていうのは 何千万とか何十億いい筋かな、何十億でいいのかな、何十メガぐらい そのリードがあるので、それを全部こうはっつけていくっていうのを1からこう、はい次これ、はい次これってやると結構大変なんですよ。なので、その NGS のなんかこうものをある程度こう、なんていうかな、ぶった切った、いやぶった切ってやってっていうか、ある1個のリードがどこに落ちるかっていうのは独立の計算だから、別にその前半部分後半部分って分けても大丈夫なんですね。なので、ここに今プロセス数ってありますけど、最近のコンピューターって1個 その CPU って言いますけど、 CPU を賢くするっていうよりは、たくさんの CPU があって、それで一度にこうマルチでやって、見かけ上賢く早く見せるっていうことをやってるので、ここの、まあ、CPU というか頭数をどのくらい使いますかっていう、ね、並列度をここで、プロセス数として、投入することもできるというような仕組みになってます。で、さっき言ったようにこうやってトップハットをかけますと、このファスト Q っていうさっき あの4行1セットのやつがこの BAM っていうのに変わるんですけど、 BAM っていうのはコンピューター用のフォーマットなので人が読めないんですよ。人が自分で開いて中身についてうまくできたかなとかいう解釈ができないんですね。なので、ここに形式変換って書いてあるんですけど、BAM っていうコンピューター用のファイルをサムっていう人が読める形式に変換するときの呪文がここに書いてます。サムツールズっていうのを書いて、コマンドがありまして、サムツールズでビューで変換前後ってこうやって書くと、このこっちのトップハットで出てきたバムファイル、コンピューター用の人が読めないバムファイルが人が読めるサムっていうファイルに形式変換がされます。でここまでやると、さっきのこのファストQからBAMとかSAMに変わりまして、で実際にどうマッピングされたかっていうのがこのSAMフォーマットで、こういう感じのフォーマットになっています。ここに今実際にその、どのリードを貼り付けましたかっていうことと、ここに何番染色体の何塩基目から何塩基目でっていうのが書いてあって、で実際にその貼り付いたリードがここにこう書いてあると。ちょっと今ここ切ってますけどね、切っていて、でもともとファスト Q なのでこれに対してクオリティがあるので、ここのクオリティが右側についてるみたいな、こういう感じになっていると。もともとそのゲノムがあって、ゲノムの何番染色体のここからここまでに貼り付きましたよっていう情報が、まあ、できたと、なってまして、そうですね、はい、はい。で、なんでこのサムバム変換が起きるかっていうと、これがまあサム形式、人が読める方の形式ですけど、これだとファイルのサイズがすごく大きくなっちゃうんですね。なので、コンピューターで扱うときにはなるべくそれを小さくした方がアクセスもしやすいので、コンピューター用にこれを変換して、まあなんかゴニョゴニョっとした形式でとりあえず持っていて、処理はそっちの方で行うと。でそうするとサイズも小さくて持ち運びも便利ということで、とりあえずコンピューター側ではまあBAM っていう形式で扱って、人が見たいときは一回 SAM に直して SAM でこの中身を見るみたいな感じになっています。
で、この SAM とか BAM まで来ますとですね、実際にもうちょっとビジュアル的に見ることもできて、これ IGV っていうツールがあるんですけど、この後ちょっと説明できるかな、説明できたらやりたいと思うんですけど、これちょっと色が薄いですが皆さんのお手元にも載ってますね、はい、ここの上のなんかしましまになってるのが、この場合だと今ドロソフィラですけど、染色体になってまして、で今この辺を見てますよみたいになってるのかな。で、この辺を拡大するとこういうところになっていて、これに対してここちょっとしましまがついてますけど各リードが張り付いてますよと。で、リードの高さがここで出ていて、でさっきそのなんとか GTF っていう遺伝子がここですよっていう情報がくっついているので、遺伝子のところが実際にこの辺の遺伝、この辺が遺伝子ですっていうのが、出せるみたいな、表示ができるということで、まあ、例えば自分の、見たい遺伝子みたいなのが例えば7番染色体の張さんの方のこの辺とかいうのが分かっていると、その辺をこうこの辺で何番染色体のこの辺りって入れられたりとかですね、ここで拡大縮小できますので見ると、ここの何とか遺伝子の辺りにちゃんとくっついてるくっついてないみたいなことが、ここで IGV っていうのを使うと、まあ、ビジュアライズできるようになっています。IGV はまあよく使う可能性があるので、ちょっと見せるとさっき の, あのホームブリューで Mac だと入れられるんですけど、こっちの普通にソフトで入れた方がいいと思うのでこういうやつですね、インテグレイティブゲノミックスブラウザー、あ、ビューアーか、ビューアーっていうなっていて、ダウンロードってやってえー、と一応 Java が必要ですみたいなことがこの辺に書いてあったような、そうですね、Java が必要ですみたいなことがまあこの辺に書いてあったりとかして、まあ、この辺からポチッとするとインストールすることができます。でこれもさっきの統合テレビ見ると5件しかないな、あ、これか、この辺だ、IGV を使い倒すということで、基本編マッピングデータを可視化するっていう、もうまさに私が今しゃべったようなことが統合テレビになっているので、インストールからやってますよね、インストール、アノテーションデータの読み込み、切り替え、検索、うんぬんかんぬんとか、シーケンスリードからマッピングファイルを生成する、うんぬんかんぬんとかいうのが、で、IGV で、表示さすみたいなのが統合テレビになっているので、後で興味ある方はご参照ください。だんだん大丈夫かな、なんとか最後まで行ききりそうですが、はい、次がですね、今マッピングするっていう話だったんですけど、じゃあ、デノボでつなぐっていうジグソーパズルするっていうのが説明なんですけど、そうか、今日はまあ医学部なのでどっちかというとさっきのマッピングが多いと思うんですけど、例えば農学部とかでこういう話をしに行くこともあって、そうすると非モデルでゲノムは読めないからまあ発現解析をしたいですみたいなのがまあよくあるんですね。でその時に使うのがこのトリニティっていうツールで、もともとこのファストQっていうのがあって、さっきのこの NGS で出たリードですね、でこれをジグソーパズルしてより長くすると、で、発現解析なので、メッセンジャーレベルくらいでつないでいくっていうのがこの
トリニティっていうツールで、まあ、また呪文ですけど、まあ、とりあえずこのトリニティを使いますよ。で、さっきのペアエンドの例ですけど、左と右とあって、まあ、つなぎなさいよと。であとは、この辺はコンピューターどのくらいゲシゲシ使うかっていうのが、例えば CPU を16個分使いなさいとかメモリは、たくさん使いなさいねみたいなことが、まあ、この辺で指定できてピッてやるとさっきのこういう、ジグソーパズルがなされるというような感じになってます。ちょっとイメージなんですけど、例えばそのガンとかだと染色体がこうスイッチしちゃう時ってあると思うんですよ。そうするとマッピングした時に普通にそのまたぐ領域ってマッピングできなくて取り逃がしちゃう時があるんですよね。でその取り逃がしたものだけ例えばこのトリニティ使ってなんかこうちゃんとトランスクリプトが出るんだ出ますよと。でそれについて例えば前半後半みたいな感じで、どうやらまたいでるようだみたいな感じでも一応こういうのが、使えるというか、まあ、そういう使い方も一応個人的には見たことがあったりします。まあまあ一応こういう感じであまりやらないかもしれませんけどこういう感じでまあ呪文をかけますよっていうことだけちょっとご紹介です。でさっきの一応クオリティチェックしてデノボでつないだりとかマッピングしたりとかするっていうここまで今来てまして、で今度この後ですねをやりますけど、発現量解析だと例えば発現量解析だと実際にそのリードが積まれていった高さみたいなのをまあ測ったりするんですけど、FPKM とかまあ何かなんちゃら PKM っていうのがこういう、発現量としてよく指標で出てきます。で、基本的には、まあ、ある遺伝子に対して何本リードが張り付いたかなんですけど、遺伝子が長いと、まあ、本数増えちゃうわけですよ。だからその遺伝子の長さで、まあ、ある程度正規化してやるっていうか、まあ、遺伝子の長さで割ってやるみたいな、ことが必要になってきて、まあ、要するにそのある領域というかある単位長さあたりに何本ぐらい何本リードが張り付いたかっていうのを示しているのがこの FPKM とか RPKM っていうような指標になっています。で、これを測るのはカフリンクスっていうのがあって、この辺はまあいいや、実際に高さを測るのでさっきのマッピングしたバムっていうのを入力に入れますよと。あとはこの辺に結果吐いてねって書いてあって、であとその遺伝子ごとに計算したりするのでこうやって遺伝子の情報をまあ入れてあったりとかします。でそうするとデータとしてはこんな感じでどっからどこまでがどのくらいっていうのがちょっとこれだと分かりにくいですけど、計算ができるようになっています。もうちょっと分かりいいのがこっちの方で、トリニティっていうので、まあ、さっきデノボでつなぐときは発現のなんていうかなジグソーパズルをするって言ったんですけど、張り付いてないからトリニティにかけるとバムにはならないんですよね。ファスタファイルになって、バムにはならないんですけど、そのバムがない時の場合の、発現量解析として、一応トリニティを入れるとおまけでついてくるこのアライン&エスティメイトアバンダンスっていうプログラムがあって、まあ、自分はこういうのあるんだなっていう感じで、実際の、つないだやつがどれだ、これかトリニティファスタっていうさっきジグソーパズルした結果がこれで、もともとのファスト Q を入れてやって、で、なんか計算の例えば棒体2で、見かけ上をマッピングせよとか、まあなんかこういろいろありますけど、そうすると、実際のトランスクリプトについて、
長さがどのくらいで、このくらいの FPTM の値が出ますよみたいな、こういうのが、測れて、で実際にこの正体が何かっていうのが分かれば、その遺伝子の発現量が、このくらいっていうのが、まあ、分かると。で、じゃあこのトランスクリプトの正体がっていうところは、やっぱりこのトリニティのおまけのプログラムでトリノテートっていうのがあるんですけど、ここですね、トリノテート GitHub っていう IO っていうサイトがあって、ここに、載ってまして、これ意外とあのなかなか面白くて使えるサイトなんですけど、まあ、例えばブラストをかけるとかコマンドラインでね、自分のこのコンピューターでブラストをかけられるんですけど、いう時にどうするかとか、あとそのハマーっていう、タンパク質のモチーフがそのトランスクリプトというか、まあ、なんか配列の中にあるアリアナシアっていうのを、調べる時の呪文のかけ方みたいなのが、まあ、英語なんですけどここにこう載ってまして、で例えばこれブラスト、トリニティの結果に対して、ブラストをかけている例ですけど、ユニプロットっていうあのタンパク質のアミノ酸配列を集めたデータベースがあって、それの、データベースを、作ってやって、このユニプロットのデータに対してトリニティの、リードを当ててやってブラストしてあげるということが、できるようになっていて、で普通ブラストって、まあ、なんだろうな、皆さん NCBI のウェブでやったことは、ある方が多いかもしれませんけど、なんだろうな、1個の配列に対してたくさん出たりするわけですよね、1番よく似てた、2番目はこいつ、3番目はこれ、4番目はこれって出たりするわけですけど、ああいうなんていうのかな、人が読んでよく分かるようなフォーマットで出されると、後で、コンピューターでバッとそれを全体的に処理するっていうのは結構つらいんですよ。なのでコンピューターで処理しやすいように、いわゆる Excel とかで開けるような表形式でブラストの結果を出すっていうのがあって、それがここのアウトフォーマット6っていう呪文になってます。でこのブラスト X っていうのは、まあ塩基配列が入力でデータベースがアミノ酸配列でっていう時はブラスト X ですけど、一番上のトップヒットだけ取りなさいねっていうのがこのマックスターゲットシーケンシーズで、でタブ区切りで出せよっていうのがこのアウトフォーマット6でってやるとこんな感じで出て、こうやったら分かんないと思うんですけど、これがリードですね、リードっていうか、トリニティでつないだトランスクリプトの ID がここにあって、で、ヒットしたユニプロットの ID がここで、で、どっからどの辺までどっち向きでっていうのはこの辺にあって、でこの辺が P バリューでっていう E バリューかな P バリューかなっていう感じになっていて、で今トップヒットだけ取ってるから、この辺の ID が全部違うと、トップヒットだけこう全部出て、で、これとさっきのここで作った発現量のをくっつけると、ユニプロットのこの ID、こいつにヒットするこのトリニティでつないだトランスクリプトの発現量は、ここで出てるやつか、こんだけみたいな、このデータとこのデータをガッチャンコすると、まあ、さっきのマッピングした時のこの遺伝子の発現量はこいつになるっていうところまでいくんですけど、なんかちょっとなんか言っててややこしくなってきましたね。はい、あんまりここ深入りすると先まで進めなくなるので、先に行っちゃいますけど、今度スニップとかいわゆるバリエーションとかインデルの解析をするんですけど、やることは、まあ、マッピングと一緒ですよ。もともとファスト Q っていうのがあって、まあ、マッピングしましてサムとかバムになりまして、ただそのさっきは、トップハットとかいうツールを使ったんですけど、もうちょっと
計算時間とかマシンリソースをかけても丁寧にやるっていう、この場合だったら BWA っていうツールを使ってます。やってることは一緒で、こういう NGS のもともとのリードがあって、それをゲノムに貼っつけるっていうことですね。で、貼っつけた後で、さっきちらっと出てきましたけど、サムツールズっていうツールをまあ別の使い方をしまして、で、ここのスニップをまあコールするっていうか、ここがスニップですよっていうのを、まあ、検出するというのが、さっきのマッピングした後にこうくっついてきます。まあ、まずまあマッピングのこの BWA の部分ですけど、やってることはさっきのマッピングと一緒で、ゲノムに対してさっきの、NGS のリードをマッピングせよっていうことで、まあ、こういうふうに測れまして、で、さっきまあマッピングしたのがサムっていうファイルだったので、まあ、サム形式にこう直すと、こういう呪文をかけると、まあ、サムの形式になって、まあ、サムとして、まあ、ちゃんとマッピングの形になって、さっき見たように、人が見える形、そのナンバー染色体のここからここまでに貼り付きましたよっていうような、まあ、データになりますと。で、実際にそのバリアントをコールするときはサムツールズっていうのを使って、貼っつけたバムに対してこのサムツールズをかけると、まあちょっといろいろあるんですけど、最終的にはこの .vcf っていうバリアントコールフォーマットっていうようなフォーマットに変換されますよっていう形になっていて、じゃあこの vcf ってどういう中身かというと、こんな感じで、何番染色体の何塩基目にもともと例えば t だったやつが c になってますとか、3番染色体のここの場所がもともと C だったのが G になってますよとかいうのが、載っています。で、こういう変異のデータっていうのは、DBSNP とかで集められていて、で実際にその DBSNP の結果をこういうところで入れ込んであげると、ここの変異の ID とかが、もうもともと分かっているここの、DBSNP のこの RS6790867 で示されるような変異がこの場合見つかってますよみたいなのがこう、これで見られるような形になっているというような、まあ、説明になっています。っていうのがまあ一応 NGS のメインストリームで、もともとあったNGS のデータがあって、それをまあ一応クオリティチェックとかかけてデノボでつなぐかマッピングして、その後発現量だったら貼り付いたリードのまあ高さというか発現量を見ると、でスニップ解析だったらもうちょっときれいにマッピングしてあげて、どこがスニップになっているかっていうコールをするっていうところがまあ一応メインストリームで、まあ中身的にはまあ、最終的にはこういう、例えばバリアントコールだったらこういうような VCF っていう結果で結果が得られますよっていうようなご紹介をしました。で、あと7分くらい8分くらいで、ちょっとアリューノっていうかメインストリームでない部分の話ですけど、まずチップセックですね、転写因子の結合サイトみたいなのを、シーケンシングで、見るっていう方法ですけど、まあ、なんかシーケンスというか、転写因子があって、まあ、どっかにバインドして、でバインドしたとこだけ残して、あとは例えば酵素とかで切っちゃって、引っぺがしてそこのくっついた配列を読むっていうような、方法ですね。で、このチップセックで読まれた NGS データっていうのは当然その前半で言った NCBA とか DDBJ とかに入ってるんですけど、もうすでにある程度それを落としてきて、解析したまとめサイトができてます。
それが、旧大の沖さんという方がやられているこのチップアトラスというやつで、ちょっと見にくいかな、ここにチップアトラス .org というところに行くと、まあ、こういうページが現れまして、今やってみよう、こういうサイトになりまして、で、例えば今本当に適当に選びますけど、よいしょ、これで動くのかな、あれ、あ、来た来た、なんかこの下もあった気がしたけど、まあ、とりあえずやってみますか。で、IGV が、こういうやつなんですけど、今、人に対してやっていて、例えば7番染色体の、IGV をですね、既に立ち上げていると、結果を IGV で見るっていうのが出てきまして、ちょっと待ってくださいよ。いいよ。ちょっとズームしすぎたかな。こんな感じでですね、これ今ゲノム、染色体ですね、7番染色体で、今この辺、この辺を見ていて、ここに遺伝子とかがあって、でここに何かくっつきましたよみたいなのが IGV とかで、可視化されています。これなんかちょっと設定を変えた方がもっときれいに出た気がするけど、今それをやってると時間がなくなるので、どこだったかな、ちょっと諦めまして、よいしょよいしょ、これもですね、使い方が実際にこれ沖さんが作ったムービーがここにあって、これを見ると、私が今チラチラっとやったことが、あれ、こんな感じですね。こんな感じでどこにどう貼り付いたかみたいなのが見られるようになってたりします。よいしょ、というなんか非常に駆け足な説明ですが、よいしょ、チップアトラスで、で、この辺にこう転写因子とかチップセック の結果が、見れますよみたいなことができて、なんとかギリギリいけるかな。ちょっとこっちの大木さんの方で説明しちゃいますけど。これが各転写因子かな、転写因子みたいなのがあって、でこれが確か実験だと思うんですけど、各実験でアリアナシアみたいなのが、なんかすごいざっくりした説明ですね、ヒートマップで出たりとか、よいしょ、あ、こっちか、ん、これ見えないな、ちょっとまさに見えないんだけど、
ますか。こっちがコローカゼーションだから、こっちの方が表記してるしてないのヒートマップかな。なんかこうやってで、ね、すいません、なんかあまり時間がないのでざっくりした説明ですけど、チュートリアルムービーがここのオフィシャルサイトにあるので、これを見ながらとか、実際に何を受け付けるのかっていうのがここに書いてあったりするので、あと、生物種的にはこの5つの種類が今は入っていて、例えば転写因子の、ターゲットの遺伝子はどんなですかみたいなのがここから調べられるようになっています。で、あと、ちょっと時間がないんですけども、いただいたご質問の中にですね、転写因子の上流のサイトを知りたいみたいなのが、配列を知りたいみたいなのがあって、ちょっと出ないので今ここでやろう。バイオマートっていうのがありまして、アンサンブル、あ、E がいらない、うわ、ほんまですか、しょうがない、これもなんか最近サイトのインターフェースとか変わってしまってですね、これ3年前なんですけど、よいしょ、時間ですね。ある遺伝子に対してそれの上流線ベースの配列をまとめて取ってこいみたいなことが、このバイオマートっていうのを使うと、一応できるようにはなっています。で、さっき見たらちょっとサイトが落ちてたので、別のところにからちょっと行かないといけないかもしれないのと、あと、このインターフェースのサイトが、それは私が昨日見た時には落ちていて、ちょっとこの通りにはいかない場合があるんですけど、だいたいイメージとして同じことが、他のサイトでできるようになっているので、まあ、一応ここを参考にするとですね、各遺伝子とかの上流線ベースみたいな、まあ、これあくまで例ですけど、作業が一応できるようにはなっています、ということだけお知らせして、で、一応スライドとしてはですね、あと最後にメタゲノムっていうのがあるんですけど、これもやっぱりチップセックと同じで、メタゲノムのデータだけ抜いてきて、それをまあいろいろ環境とか生物種とかにまとめ直したmicrobe.db.jp っていうサイトがあるので、まあここを見ると、まあ例えばこういう感じで、タキソノミーとか、温泉とかということで検索すると、それのまあメタゲノムのサイトが出るみたいなまとめサイトができています。最後非常に駆け足だったんですけど、一応 NGS 関連のお話はこんな感じです。何か質問とかありますでしょうか。なんか後半呪文ばっかりでちょっとややこしかったと思うんですけど、いろんな呪文の使い方はこの本に書いてあるので、後で見たい方は見てください。で、まあ、ここで私が駆け足で説明しましたけど、とりあえずその元々のデータの形式があんなで、マッピングとかしたりするとこういう形式になって、でバリアントコールするとこういう形式になって、
で最後の、データを見るときはどういうデータがあってそれをまあ比較してみなきゃいけないのかっていう紹介だけはとりあえずあのイメージだけはつかんでもらえるとありがたいと思います。じゃあ質問がないようでしたらとりあえず一旦締めしたいと思います。ありがとうございました。